じゃあ始めます。今こそ停戦を。 Cease all fire now。 ナンバー6、殺すなです。最初のメッセージは和田春樹さんからです。ありがとうございます。ウクライナ戦争が始まりましてから、それは2022年の2月の24日のことでした。もう3年2年半ですか、経ちましてですね、なんて言いますか、この時の経過を見て感無量です。ロシアが最初に侵攻しまして、キエフに向かって進軍している時に非常に危機感を感じました。ウクライナは応戦しましたが、その時直ちに、不思議なことに直ちに戦争が始まってもう4日目にすでにウクライナとロシアは交渉を始めました。それで私は友人たちと話をしまして、憂慮する歴史家の会ということで、声明を出しました。それは3月15日のことでした。キエフに、ロシアが進軍するのをやめてもらいたい、で即時停戦してもらいたいと。でそのためにはやっぱり仲裁する人が必要だろうというので、日本と中国とインドに仲介をしてほしい、してほしいと、こういう内容の声明です。でそうしましたら、3月の末になりまして、3月27日ですが、バイデン大統領がワルシャワで演説をしまして、それは激しい演説でした。自由を目指す戦いというものはハンガリー事件、最初のハンガリー事件から起こっているんだと。それでソ連が崩壊して、勝利があったんだが、再び専制権力、専制勢力は復活したと。新しい自由のための戦いが始まっていると、こういうことで、それに我々は断固加わっていくという闘争宣言を発表しました。でそれでそうしたんですが、その2日後3月29日に、ウクライナとロシアの停戦交渉はイスタンブールで、ある程度合意ができまして、ウクライナ側が停戦についての条件を発表しました。で非常に喜んでいたわけですけども、その後4月3日に、ブチャでの虐殺が発表されまして、非常に怒りが爆発するということになって、戦争は、キエフの方の戦争はストップしたんですけど、戦争は東部に行って拡大すると、こういうことになってしまいました。でブチャでの虐殺があったから停戦の交渉はうまくいかなかったんだということにもなっていますけど、私はバイデンのワルシャワ演説というのが大きく影響していると、それからジョンソンイギリスの首相がキエフを訪問して、そして応援するか戦えと、こういうふうに言ったということが大きかったんじゃないかと私は見ています。で戦争は東部でずっと続きまして、マリウポリの激戦などがありましたが、それが陥落するということになった後ですね、2022年の9月にはプーチンがウクライナの4州を併合すると、でこれを認めれば停戦するというような、そういう声明を出しました。でところがそうはなりませんで、そうはなりません。もちろんウクライナの方は11月にゼレンスキー大統領が平和のためのフォーミュラといって10項目の要求を出しました。要するにロシアが要するに国境地帯から帰ってですね、そしてその、ロシアは
戦争裁判、戦争犯罪の裁判を受けると賠償を払えと、こういうようなことで、でそういう内容の要求を出したんですが、話がまとまりません。それで その後も2代目が続いていたわけですけど、やっぱりウクライナの方は新しい兵器を欲しいと。その頃23年の初めにはドイツとアメリカの新鋭戦車が欲しいということで、それを得たら巻き返すんだと、こういう話になっておりました。で戦車は与えられましたが、なかなか巻き返しは難しい状況であったわけです。でその間に、岸田首相はキーウを訪問して、日本はウクライナと特別グローバルパートナーシップというものを結びまして、それで応援するということになりました。でそういうことの、行き着いたところが23年の5月の広島で G7 のサミットが開かれまして、原爆投下の、象徴的な場所である広島で G7 のサミットを開いてウクライナを応援するということになります。でこれに対して、私たちはシースファイアナウという声明を出しました。それを英文の声明を作りまして、それで、ジャパンタイムズに、G7 のサミットが開かれた日に載せるというようなことをしたわけですけど、今まで我々がやったことの中では一番、ある意味では、その一番この、はっきりした運動であったと思います。でそれでところで どうなったかっていうと、ウクライナの方は6月総反攻というのを始めました。いろいろな武器を集めて、それで反攻するとこういうふうにしましたが、しかしその反攻も成功しませんでした。10月にはもう、失敗に終わったというふうに、フランス新聞などイギリス新聞などを書くようになりましてですね、そういうふうにしたところで出てきたのが、10月にアフリカ連合が和平提案というのを出しました。広島サミットに参加していたアフリカ連合の議長の方ですね、ちょっと名前がもう忘れてしまいましたが、その方が帰りまして、そして和平の提案をしました。私たちが出したシースファイアナウのこの、声明を見てくださったんじゃないかと思いますけど、日本には大使館がありませんので問い合わせることもできませんでした。しかしとにかくその方はアフリカン連合は、キエフも行き、モスクワにも行って、こういう形で停戦すべきだということを言われたんですから、非常に意味があったと思います。でしかしウクライナの総反攻は難しくなっているという状況の中で、残りましたのが10月のハマスの攻撃です。10月7日にハマスが攻撃しました。それに対して、イスラエルがガザに戦争を10月28日にしました。まあハマスの攻撃も確かに問題があったんですけども、しかしイスラエルの反攻というものも途方もない、残酷な反撃戦争でした。それでそういうふうになった。どういうことかというと、ウクライナの戦争が止まらないうちに戦争が中東に拡大したということですね。でそうしたら、ゼレンスキー大統領は真っ先にテルアビブに駆けつけて、支持を表明するということをしようとしたようでした。それはゼレンスキーという人はユダヤ人ですか。でしかしウクライナの大統領はそういうことをしちゃいけなかったんですけど、ウクライナの戦争が行き詰まっているという状況の中で戦争を続けようと思ったら、戦争を拡大しなきゃならないということなんですよ、戦争の論理としては。それで中東に拡大したということで、非常にゼレンスキー大統領は興奮したということですね。でところが、なかなかこれは問題がありましたから、結局ゼレンスキー氏はイスラエルテルアビブに行くのをやめてしまいました。でそのうちに今度はアメリカのウクライナ支援が難しくなってきましてですね、共和党の反対で、
それで援助がストップすると12月にはストップするような事態になりました。でそうしたところで今年24年に入って1月に朝日新聞に石井という外務省の元国際法局長のウクライナ停戦戦略はという大きなオピニオン欄の意見が出ましてですね、3月にトランプが共和党の大統領候補に決まるということで、トランプはウクライナ戦争を止めると言ってるということで、とにかく停戦を考えなきゃならないというようなことでした。朝日新聞はウクライナを応援して戦争を続けることに賛成していたのですけど、ここでそういう意見を載せたわけですが、しかしもっともこの石井さんの意見というものは、要するに、停戦する前にウクライナに兵器を与えてクリミアを取り戻すってと、そして停戦したらいいというようなとんでもない意見でしたが、それが出ましたところでマスコミの中でウクライナ停戦のことがだいぶ議論になったということでありました。で今年の6月になりましたら、プーチンの方が、和平案というのを出しました。4州からウクライナは撤退しろと、つまりロシアは4州を併合すると言ったけど、併合全部取っていないわけです。占領していなかったわけですが、4州からウクライナは出ていけとこう言って、そして NATO に入っちゃいけないと、でこういうだったら停戦するということをプーチンは言ったようですが、しかしこれは交渉に出している案じゃありませんで、ロシアとウクライナは空中戦で意見を出し合っているわけですから、これではこれだから交渉はできないということにはならないんですが、ウクライナの方は6月に平和サミットというのを開きました。それはウクライナが出している停戦案ですね、クリミアまで取り戻すんだというそういう考え方での案を支持してもらう、支持している人々が国々が集まって開かれる会議ですが、ロシアは呼んでいないと、こういうんですが、事実上ウクライナの戦争を支持するそういうサミットです。で、そうしてそのまあどうしようもなくなったので、ウクライナとしてはどう何をしたかというと、今年の8月にロシア領のクルスクを占領しました。クルスク州に越境進撃をしてある部分を占領するということになった。で、かなり成功したという宣伝です。それでその後で、各国からもらっている兵器ですね、これを射程を伸ばしてロシア領内を攻撃するということを許してほしいということをゼレンスキーは言いにアメリカに行きました。それは9月の話ですが、しかしバイデンの立場は非常に曖昧ですが、あやふやな立場を取っていますが、しかしさすがにバイデンはそんなことをしたらロシアが出てくる核戦争を進むんじゃないかということで、バイデンは OK しませんでした。それでゼレンスキーの国連案議は失敗に終わるという状況になっていて、でこのすくんだような状態になっているところで11月のアメリカ大統領選挙を結果を待つと、トランプになったらトランプは戦争をやめると言っていますが、ハリス氏は戦争を続けると言っています。だからまあハリスに勝ってもらいたいということでしょうけど、どうなるかわからんと、こういう状況ですが、こういう経過です。ですから戦争が行き詰まれば停戦の話が出てくるんですけど、またもう一遍兵器を獲得してさらに攻撃をするというようなことで、それを試みて、それで結局それまたうまくいかなくて停戦の話が出てきて、しかしさらにある兵器の獲得を目指すと、こういうようなことが繰り返されているという状況で今日まで来てしまいました。でこういう状況ですからですね、これに対して我々がどういう態度を取るかって言ったらですね、私たちの立場はですね、こういう立場です。ウクライナ戦争を停戦させると、そして次に起こったガザの戦争ですね、これも即時停戦させると、そして戦争が第3のフィールド東北アジアに拡大することを絶対阻止すると、もしもウクライナ戦争が起こり中東戦争が起こり
そして東北アジアに戦争が拡大したら、これとにもなおさずこれは世界戦争だよ。その先は結局のところ米ロの核戦争になりかねない、こういうことですな。これをやっぱり絶対に阻止しなきゃならないということです。でこれを阻止するということが我々の反戦運動、平和運動のやっぱり原則だと。そしてその原則は何かといったら、殺すなということ、これ以上人間を殺すなということが原則であると、こういうふうに思います。これをもって立ち向かっていかなきゃならないというんですが、世界を見渡したところ、日本の中を見ても、これを立ち向かっていく運動が弱い弱い。私たちも昨年の広島サミットに対して新聞広告が出した運動をしながら、その後は運動ができないでいる。それはどういうことかというと、運動の内部に意見の対立が起こっているということであります。で、実は最初に声明を出した歴史家のグループですね、憂慮する歴史家の会というグループがありますが、この中でも意見が対立が起こりました。というのは、停戦すると言ったら、じゃあ本当に停戦の中身はどういうことなのかと。ロシアが領土、ウクライナの領土を占領して、それをある意味じゃ併合するというような形で、停戦を行うのでは正義に反すると。やはり停戦は公正な停戦であるべきだという意見を持つ人が出てきまして、我々の中でですね、意見が分裂しました。でしかしこの流れは決して我々のグループだけの問題じゃありませんでですね、次に出てきたのはガザ戦争が起こってからです。ガザ戦争が起こりましたら、やっぱりガザ戦争が非常に深刻です。誰の目に見えている深刻な戦争でですね、ウクライナ、イスラエルで、ね、やってることはやっぱりけしからんという話になったので、朝日新聞のコラム欄に藤原喜一という人が書いているんですけど、藤原喜一さんが書きました。それは時事証言という彼のコラムですが、2月21日です。私はウクライナについてはロシアとウクライナの停戦ではなく、ウクライナへの軍事経済支援を強化し、侵攻したロシアを排除することが必要だと。他方ガザについてはイスラエルのラファ攻撃だけなく、ガザ攻撃のすべてとヨルダン川西岸への入植の即時停止が必要だと。こうですね。こういうことです。ウクライナ戦争は継続すると。そしてガザ戦争は即時停戦すると。こういう意見が朝日新聞ので述べられましてですね。で、このような意見が実の言うと、運動の広い運動圏の中にも存在するようになったということです。で、それは実は我々は即時停戦論を出してからずっと日本の反戦平和運動のいわば重要な勢力の一つである日本共産党との話し合いというものを試みてきました。市委員長との話し合いも試みてきたわけですけども、で日本共産党の方は今年の3月13日に、赤旗に戦争終結で今何をすべきかという提案を共産党の平和運動局長が発表しました。川田さんという方ですが発表した。それを見るとですね、それは私たちの運動に対する批判になっております。で、なぜかというと、まずですね、ロシアの行為は主権国家に対する侵略だって暴挙だから、これは他国の領土を占領し続けることは決して認められないと。だから国連憲章を守れということで団結を実現して、ロシアの蛮行を包囲してロシアを追い出すということが必要だと。これが停戦の戦争終結の重要な柱だというわけですね。つまり公正なる停戦ということです。でもちろん、一方この共産党の方はイスラエルのガザ戦争については即時停戦しろというふうに言っています。そして、ガザ戦争についてはイスラエルの戦争はいけないと、いやウクライナの戦争はいけないと言いながら、
ガザ戦争においてイスラエルがやっていることを容認している、アメリカはダブルスタンダードやってけしからんと、アメリカのダブルスタンダードを非難すると、こういうことに言っています。そして、一方もう一つ、アメリカは世界が専制主義対民主主義の争いだってことになっているが、そういう分け方はまずいと、これにも反対すると。アメリカは2つもアメリカの害悪というのを流している、これと反対するんだと。アメリカを批判するという言いながら、ウクライナにおける戦争、ウクライナの戦争というものはアメリカが応援しているウクライナの戦争というものを支持すると、 そしてロシアを追い出すと、こういう話になっている、そういう議論になっているんですよ。もちろん日本共産党として、ウクライナに武器を与えろというようなことを言っていると、武器を支援しろと言ってはいませんけど、しかしそう基本線で言えば、これは藤原喜一さんの朝日のコラムと同じ路線であるという感じがしている。で、実はこのような考え方は総がかり行動という日本の5月憲法の記念日運動しているところと関係しておりまして、そこでは今年の5月のに、憲法集会を開きましたが、非常にたくさんの人が集まった、毎年集まっている大きな集会ですが、そこに出したスローガンは、パレスチナ即時停戦とウクライナからの撤退、憲法9条を生かした平和外交を求めます、とこういうのですが、おかしいじゃないかと。憲法9条を生かした平和外交をやるっていうんなら、ウクライナの停戦の方も言わなきゃまずいんじゃないかと思うが、ウクライナの停戦の方は言わないで、ウクライナからのロシア軍の撤退ということを言っていて、でパレスチナだけ即時停戦を言うと、こういうことを言って、そしてその陰においてアメリカも批判すると、こういうような非常に曖昧な態度を取っているということになっておりますね。でそういう意見に対して私たちも非常にこう、まあ、心配して意見を述べていたところですが、そうしましたら、この同じこの時期に新しい本が出まして、加藤直樹さんという人のウクライナ侵略を考えると、明美消防から出た本ですけど、加藤直樹さんという人は、関東大震災の時の朝鮮人虐殺の問題について、それを否定する議論に対して、いやそんなことはないと、そういうことはなされたんだということを論証した、まあ、その中身の立派な本を書かれた人で評判になっている人ですけど、この人がウクライナ侵略を考えるということで、それでウクライナ停戦論を非難するということになりました。毎日新聞の伊藤千恵記者、それから旧元ビヘレンの海老坂武さん、市民の声30の会の海老坂武さん、そして私を批判すると、こういうことでした。で結局どういうことかというと、この方の意見はですね、どういうことになるかということですけど、こういうことですが、現実は非常に複雑ですが、その中で私たちはなるべく普遍的な原則に立って判断していく必要があると思います。そう考えたときに、ウクライナ問題について言えば、ロシアは撤退しろ、侵略はダメだという立場に立つべきだと思うと、事態を見るときにウクライナ人の主体というものを見ていくべきだと思いますと。それはアメリカがいいやつだとか、世界的な冷戦構造に賛成だとか、そういうことは違う、そういうことを見極めながらやっていくべきじゃないかと思っています。つまり、中国日中戦争の時の中国人の抵抗というのは絶対的な正義であると、これを認めるという立場に立って、ウクライナ戦争も考えていくべきだと、こういうことですね。しかし、ウクライナに起こっている戦争は、今やウクライナ人が抵抗しているというだけにとどまらないで、ゼレンスキーというウクライナ国家の指導者、大統領が進めている戦争になっていて、そしてアメリカ、ヨーロッパの国々の武器の支援、情報の支援、財政的な支援、そういうものを受けてやっている戦争であってですね。で、そしてクリミアも取り戻すという、そういうための戦争になっているということを見ていないということです。つまり、侵略に対して武器を持って抵抗するのは当然だということになると、これは基本的には、各国が常備軍を備えている、常備軍を備えて自分の国を守るという、侵略者に対する抵抗は
絶対的に正義だと、こういう議論になってしまうということですね。それで全てを押し量っていくことができないということです。太平洋戦争の時に日本は侵略戦争をしましたけど、その侵略戦争というものをしたとしても沖縄戦の前に停戦すべきだったわけです。沖縄の戦の前に日本が降伏していればですね、降伏していれば、停戦していれば沖縄戦の死者はないし、東京大空襲の死者もないし、広島原爆の死者もなかったわけですよ。市民の立場としてはそういうことを要求するというのは当然のことである。要するに戦争の問題について考える一番根源的な立場は殺すなということであって、人を殺すことは即時やめなきゃならんという主張であると、これを原則に考えなきゃならないということに対して、この方は、加藤さんはですね、侵略に抵抗するのは当然だ、侵略者を追い出せと、これの絶対的な原理にしてやっていこうとすると、それは国家が領土を守るためのという戦争の中に巻き込まれていってしまう。そして最終的に平和運動は成り立たないことになると、こういうふうに私たちは思っております。それで、今どうにもなりませんが、私はちょっと悶々としておりました。それでアメリカの大統領選挙の前に、私はアメリカの新聞に意見広告でも出したいなと、こういうふうに思ったんですけど、それもなかなかうまくいかない。それからロシア大使館に向けて、カチューシャデモっていうのをやりたいなと、ロシアで兵士の母親と、妻ですね、妻が反対の運動をしています。で、プーチンもなかなか弾圧できないでいるんですよ、この運動は。この運動が何を、そのデモの際に歌っている歌があります。それはカチューシャという歌です。皆さん、もう年配、若い方はご存じないけど、年配の人は、カチューシャという歌を歌いました。歌がエキスタとかなんかでですね、ロシアの歌ですけど。そのカチューシャというのは、前線に行った自分の愛人のことを若い娘が思って歌う歌です。そういう歌を、今、それは独ソ戦の最中の歌ですが、それを今、ロシアの母親、妻たちが歌いながら、夫を返せという、そういう運動をしているわけで。これを応援しなきゃならないんです。この態度ですね。そういうふうにも私は思いました。あんまり僕、人を提案してもあんまり賛成が得られませんから、それはすみませんが。で、要するに、やっぱり、この原点に、殺すなの原点に帰って、運動を強めて、戦争を止めろという運動を、ウクライナ戦争から止めろという運動をやらなきゃいけないということですが、最近、東京新聞に私の友人が投書し、短歌を投書しました。それは私の仲間ではみんないいなというふうになってました。それは、殺すなと、ただ殺すなと声を上ぐっていう、短歌じゃなくて俳句ですか、これは。俳句だな。殺すなと、ただ殺すなと声を上ぐ。これにつきますよ、平和運動というものは。そういうふうになります。ウクライナ戦争を止めて、そして、ガザ戦争を止めると。そして、東海アジアに戦争が波及しないように、北朝鮮は核兵器を持っていますから、戦争をここに波及しないようにすると。で、それには、日朝国交正常化が必要だというふうに思っています。で、私は、現在の石破政権については非常に評判が悪いようですけど、しかし石破さんはウクライナ停戦の我々の集会に数回出てくれた人ですから、私は期待をかけています。それから我々の仲間の伊勢崎さんが令和新選組から立候補されていますので、これにも大いに期待しています。伊勢崎さんを支持したいと思います。とにかく、どういう形であれ、ウクライナの戦争から止めろという声をより強くしていかない限り、世界は危険な方向に行ってしまう。というふうに私は思います。はい。和田春樹先生、ありがとうございました。
取り下ろされたのは、数日前です。韓国に行く直前に撮らせてもらいました。この、殺すなと、ただ殺すなと声をあぐという俳句は、これは誰が書いたんでしょうかね。岡本さんご存知ですか。知らない。岡本さんかと思いました、はい、ということで、はい、次のお話を羽場久美子先生からいただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。 大丈夫です。はい、選挙前のお忙しい時期にお集まりくださって本当にありがとうございます。この時期に、そして本日話したいことは3つです。一つは、この選挙、日曜日に行われる選挙で、裏金問題で、の腐敗を自力では全く解決できそうにない自民党を下野させる必要があるので、あえてこの時期にしました。和田先生は石破さんに期待していると言いましたが、私は全く期待していません、これはまた後で話します。野党の連合によって平和を守る連合政権を、ぜひ作りましょう。自民党を下野させないと日本は変わらないと思います。これが第1点目です。それから2つ目は、何よりもガザの停戦、ウクライナの停戦、そしてこれが続く限り、東アジアがどんどんミサイルや、地下司令塔や、あるいはトマホークや、イージス・アショアで武装していくことを止めるということが緊急になっているということです。どちらもそのミサイルを隣の国に向けて配備していますけれども、その隣の国は日本経済の4分の1を持っているような非常に大きな経済圏でもあります。その国と戦争することは日本経済を潰すことでもあります。それも含めて考えていただきたいですし、またこの間ウクライナの人たちの声、それからガザの人たちの声が、繰り返しインターネットに載っていますけれども、どちらも実は、悲鳴のような声で戦争を止めてくれ、世界がなぜ我々のような戦争を止められないのかっていうことを訴えています。それに私たちも答える必要があるのではないかと思います。3つ目は、昨日まで実は新疆ウイグル、中国の新疆ウイグルに行ってきました。その前の1週間は、中国で開かれた国連の平和、サミット、平和会議に行ってきました。この2週間以上中国に行っていたんですけれども、そうした中で、やっぱり中国が日本のメディアで危ない危ないと、その軍事力拡大している、ウイグルで人々を蹂躙しているというようなこととは別に、ものすごく平和と安定を望み、周りの国々、貧しい国々に、経済的な援助を、してきているか、問題もいくつもあるんですけれども、今回 Seeing is Believing、 百聞は一見にしかずということで、見に行ってきまして、非常に感動しましたので、ここにいらっしゃる方々もぜひ北京や上海ではなく新疆ウイグルに行ってみてください。この3つが本日の私の、テーマで、それらを貫くものは平和と市民による、新しい社会を作りましょうということです。で、まず第一に、この選挙で自民党を下野させましょう、野党連合で連合政権を作りましょうということの背景には、日本だけだと思うんですけれども、戦後79年の間、短期の政権転換を除いて70年以上もずっと一つの政党が政権を握り続けている、
プーチンよりも習近平よりも長いわけですから、これを独裁政権と言わずして何というのか、韓国だって二大政党ですよね、ほとんどの国は二大政党制だったり多党制だったりしているのに、日本は民主主義を名乗りながら70数年間自民党政治、それも戦前の、軍国主義の政府からもほとんど変わらないまま、ドイツやイタリアと違ってヒトラーは、自決し、ムッソリーニは殺されましたけれども、日本の昭和天皇は非常に安寧な形で、最後病気で亡くなられました。日本国民というのは権力にとても優しい国だと思います。天皇に対しても全くそれを追及することはしませんでしたし、原爆が落ちてもそれに対して原爆をなくそうとは言ってますけど、何が原因だったのか、日本の軍国主義も原因ではありましたけれど、誰が落としたかっていうことは全く触れない。それから今の自民党政権のこの腐敗が3月の確定申告の時にはものすごく怒ってたわけですよね。私たちは本当にもう数百円数千円のところまで全部捕獲されて税金で取られるのに、数千万も数百万円も、裏金で集めていて、それを全然税金申告していない。でそれが発覚しても多くの裏金議員が今回自民党から立候補してますよね。あるいは無所属で立候補した後、もし通ったらみそぎになったから自民党に復活させるっていうようなことさえ言っています。3月にあれだけ怒っていたのに、今自民党に対して、朝日新聞の1ヶ月前の、総裁選挙の後ですけれども、自民党の支持率が 49% まで拡大したというようなことを言っています。やっぱり今市民は怒るべきじゃないかと思います。石破さんご自身にしたって総裁選で言ったことと、それから総裁になって所信表明演説で言ったことと、総選挙で言ったことと、どん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 トーンダウンしていっていますよね。結局その国民の不満があるから一部の裏金議員を落としましたけれども、彼らにしても通ったら、あるいは次の選挙で再び自民党の選挙に中に入れてくる、そして自民党は変わりますと言いながらほとんど何も変わってない。やっぱり長期政権は腐敗するんですよ。これは政治の原則です。なので腐敗しない長期政権はないのに、70数年もいろんな問題を起こしながら私たちは優しく水に流しているという状況をもう変えた方がいいのではないかと思います。この間、自民党の議員が例えば二階さんが3500万ぐらいも本を買って、済ましているような状況の中で、国民の実質賃金はどん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 下がっています。韓国の移民の賃金が今回、時給1700円で、日本の移民の賃金、移民賃金ですよ、1200円だったので、ごっそり韓国に持っていかれたというふうに言われていますが、そのすぐ後に日本の、最低賃金、県別に言うと950円台が14自治体もあるんですね。そして最低賃金の、自治体にならないために、みんなが1円足して951円2円3円のところにずらっと並んでいるんだそうです。1000円以上は11自治体ぐらいしかない。そういうところで韓国が1700円の時給を移民に提出しているということをちょっと重く見た方がいい。で我々は今回 GDP では世界第4位ドイツに抜かされましたけれど、一人当たり GDP 今年何位だったかご存知ですか？38位まで落ちてるんですよね。基本的には GDP と一人当たり GDP そんなに変わらないはずなんですけど、40位近くまで落ちて韓国や台湾にも抜かされてるということは、
企業は儲けてるんだけれども、それが全部内部留保で溜め込んでいて国民に還元してない。その結果この10年間で韓国では賃金が 1.5 倍に増え、中国では 2.5 倍に増えてるのに日本は 0.9 倍になってる。でこの3ヶ月で物価がものすごく上がったのでその 0.9 倍以下になってきています。日本国民は優しすぎると思います。もっと怒らなければならない。そして最大のチャンスは今週の日曜日なんです。ここにお集まりになっていただいた先生方々とてもありがたいんですけれども、多分その日本全国の人たちはほとんどそれを考えないまま選挙に行くのかなと思うとちょっといても立ってもいられなくなり、ここで会合を開いていただくことになりましたし、それを一つの機会にしてこの選挙で自民党を下野させる、これは健全な発想なんですよね。二大政党制とか多党制っていうのは基本的に民主主義の原則です。でも日本ではそういうことがとてもなんか難しいことのように見えてしまっている。まあ、小選挙区制の問題もあるんですけれども、ぜひ選挙で新しい政権を作って、まあ、民主党もあまりパッとしないかもしれないんですけれども、それでも立憲民主や、令和や社会党に入れることで連合政権を作って一旦自民党に反省してもらうということで、ぜひ自民党の支持者の方も今回は多党制の方に票を入れていただければと思います。これが一つ目です。それから二つ目は、何よりガザの停戦を、ウクライナもあるんですけれども、ものすごくむごいことをやっているのはイスラエルのジェノサイドです。お手元に配りました、たまたまちょうど新社会党からガザの1周年になるので何か書いてほしいというふうに言われて、イスラエルのジェノサイド止まらず1年殺戮と戦闘をやめてほしいということと、特にその背後にいるアメリカが拒否権行使と武器支援をやめてほしい、これはイスラエルだけではなくて、ウクライナの問題もそうですけれども、イスラエルのガザに対するジェノサイドについては世界中がこれを非難しています。なぜならば殺されているのが赤ちゃん、乳幼児、それから子どもたち、そして、武器を持たない女性たちなんですね。ガザには23の病院がありますが、それらがすべて爆破されて、ほぼ機能しない形になっています。そしてそこから医師を連れ出し拷問し殺しています。今やっているのは学校の爆破、学校にハマスが隠れているからということで学校を次々に爆破し子どもたちを殺しています。さらに難民キャンプ、それから水や食料を配っているその列の中に、機関銃を撃ち込み空爆をし、本当にもうジェノサイドそのもののような状況が、あります。でこれに対しては国際司法裁判所、国際刑事裁判所もこれはジェノサイドであるのでジェノサイドを止めよと言ってますし、刑事裁判所はネタニヤフ以下政権のトップの幹部を逮捕するという逮捕状を、訴追しています。にもかかわらずネタニヤフはこんなに人道的な戦争はないというふうなことを言って、次々に4万数千人の人々を殺し、そしてこの、中国に行っている間私メディアは読めなかったんですけれども、次々に指導者も殺し、イラクや、レバノンに対して反撃し、もうそれが全部アメリカの武器と金銭によってやられているということを認識していただきたいと思います。実は国連の事務総長が、悲鳴に近いような声で昨年の12月1月に国連、総会での決議を取り、153カ国が停戦に賛成しました。
153カ国といったら、193カ国中の 79%、ほぼ8割なんですけれども、そして停戦決議をした後に安保理の中で、唯一アメリカが拒否権を行使してそれを実行させないというような状況になっています。ロシアが拒否権を行使した時には世界中が大々的に報道して批判したのに、アメリカが2度にわたって、イスラエルの蛮行について、それは納得できるものだ、今でもその完全に盤石に我々はイスラエルを支持するということを言っているのにほとんど報道されないというような状況があります。今回続けてパレスチナを国家として認めようということで、パレスチナを国連に呼ぶということを、国連総会でやはり決議しました。その後にもアメリカは拒否権を行使してそれを認めないということをやっています。国連が機能してないというふうに西側メディアは流していますが、国連が機能していないのではなくて、国連は機能しているのにアメリカの拒否権でそれが実行されていないということを認識してください。そもそもハマスは、テロリストではありません。ハマスは2006年に、議会で選挙で選ばれた正式な民主主義的な政体なんですね。もともと社会保障や医療を、中心とする NGO 組織というふうに言われて、だから医師とかそれから国連職員とか難民キャンプの職員とか学校の先生とかいうところにハマスがいるわけですけれど、そうしたハマスをテロリストだと言って、撃ち殺している、あるいは、そうしたお医者様や教師や難民キャンプの、支援者たちがいるところに空爆を落として、実は国連施設の中の国連職員も100人以上殺しているんですね。ありえないような行為をイスラエルがやっているのに、これを止められないのはアメリカの拒否権があるから、あるいはよく言われますが1000万人程度のイスラエルにアメリカの武器が送られなければ、アメリカの金銭が送られなければすぐに戦争は終わると言われているのに、アメリカは、数兆ドルをウクライナと、イスラエルに送り続けている。これを誰もが言えないタブーになっていることが問題なのではないかと思います。この2番目の、即時停戦ということで言えば、東アジア今戦争が起こりつつあるということで、石破さんは国民を守ると言ってミサイル配備やトマホーク配備やイージスアショア配備やさらには43兆円ものお金を次々にアメリカの、武器を購入して、多分43兆円では収まらないんではないかとも言われていますけれども、東アジア一体どうなっているのか。日本はミサイルトマホークやイージスアショアを配備していますけれども、沖縄、今私は沖縄を平和のハブにという共同代表をさせていただいていますが、沖縄の人たちは絶対に中国と戦争したくない、二度と沖縄を戦場にしたくない、ヌチドゥ宝ということで、岡本さんもそうですし、いろいろな方々が、沖縄のために、沖縄で戦争を起こさないために頑張っています。そして沖縄の人たちは議員さんや若者たちやあるいは地域の市民が、連れ立って中国を訪問して、私たちは中国と戦争をしたくない、ミサイルは配備させられてるんだけど絶対に沖縄は中国と戦争しないから、中国も沖縄にミサイルを撃たないでくれと言いに行っているんですね。で、中国の方もそれに応えて、琉球王国があった沖縄はずっと中国と歴史的に仲良かったわけであるから、あるいは福建省と中国は沖縄は、もう兄弟に近い関係であるから、我々は絶対に沖縄に、戦争を仕掛けたりしない。果たして中国が日本に戦争を仕掛けたことがあっただろうか、我々は共に発展していこうというようなことをお互いに言い合っています。
そうしたことも皆さんに認識していただきたいと思っています。もう一つとても怖いニュースが、朝日新聞のトップで報道されたんですが、ほとんど広がっていません。ご存知でしょうか。アメリカのパランティアテクノロジーズという武器をイスラエルに、あるいはウクライナに送っている、AI 兵器の CEO がマスコミのインタビューで、今ウクライナや、イスラエルで我々の武器を使って、彼らは戦っているけれども、東アジアで戦争が起こった場合はガザよりひどいものになると言ってるんですね。聞いたことある人ちょっと手を挙げてください。ご存じないですよね。朝日新聞の一面に載ってました。で、デジタルでも随分報道されていますけど、ガザよりひどいものになる、これってひどくないですか。そして大掛かりなものになる、だから陣地の戦争ではやっていけないので東アジアの戦争は AI の戦争になると、 AI 兵器を販売している人たちが言ってるんですね。でそうした中で日本の政府や岸田さんは2プラス2で、自分たちも戦う方向になる、盾から矛になるっていうことを約束し、そして岸田さんはワシントンに行ってこれまでにない歓迎を受けたって大歓迎を、されて帰ってきた時には、統合本部をアメリカに一致させるというような約束をしてきているわけですね。統合本部を一致させるって日本に一致させるわけでは全くないわけですから、アメリカに一致させる、そしてそれが AI 兵器を使った戦争になるっていうことになると、日本国民だけではなくて日本政府もいつ戦争を始めるのか、そして戦争をやめさせられる、やめるのかという決定権を全く自分が持たないまま、アメリカの、それも AI 兵器の会社に、我々の運命を委ねてしまうことになります。そうしたことを決して起こさないためにも、沖縄の皆さんだけではなくて私たちもこの戦争を止めなければならない。東アジアの戦争を止めさせるためには、やめさせるためには、今自民党の 98% が、9条に自衛隊を明記するということを約束、希望しています。 98% ですよ。でなおかつ多分明記したら、石破さんがつい先日言ったように自衛隊を国防軍と改める、つまり国防軍って基本的には戦争をする軍隊ですよね。急速に戦争の方向に向かっていくことを止めさせるためにも、自民党の政権をここで止めていかなければならないと思います。2つ目終わりました。で最後は3つ目、新疆ウイグルです。新疆ウイグル自治区に調査に行って、1週間調査に行って昨日帰ってきました。でまたその前の1週間も中国で開かれた国際平和デイ、こちらはすごく大きくて80カ国130団体が集まる会合に参加してきました。実は8月からこの10月までほとんどその韓国の6カ国自治体連合とか、ロシアのサンクトペテルブルグ、そして EU の方領であるカリーニングラード、そして、ブリュッセルの EU の代表部、 NATO の代表部、日本政府の中にある EU と、実は NATO の代表部が日本大使館の中にできてしまったんですね。こうした状況とか、そしてその後中国に2週間行ってきたんですけれども、4月5月は2度アメリカに行ってきました。でこれら全体の中での貴重理解できたことは、平和を守るのはアメリカや欧州や、あるいは全てのこう戦いの権限をアメリカに譲り渡してしまった日本ではなくて、グローバルサウスという私たちがあまり聞いたことがない、第三世界の国々、アジアやアフリカや中東や、サウジアラビア、ごめんなさい、南米の国々であるということを痛感しました。日本政府が戦争を進めていこうとする中、自治体や市民の運動がとても活発になってきているんですけれども、それらの人たちも、グローバルサウスの国々とともに、
平和を作っていこうということを言っています。なぜグローバルサウスなのか、これウクライナ戦争の時にも随分言われましたけれど、戦争の一番大きな犠牲者はもちろんその国の国民なんですけれども、それに次いでグローバルサウスなんですね。穀物の輸出がなくなってしまって飢餓に陥っている、難民が大量に出ている、それを誰も助けてくれない、飢餓、難民、空爆などの犠牲になっているのは実はグローバルサウスの国々なんです。そして、中国は軍拡を進めていると言われていますけれども、中国やインドはグローバルサウスの盟主のになろうとして、それらの国々を、金銭的にも経済的にも輸出のレベルでも次々に助けようとしているというところがあります。一帯一路という、まあ、シルクロード、これも新疆ウイグルですけれども、シルクロードを、通って、ヨーロッパまで、中国からヨーロッパまでの、ラインを高速鉄道、高速、道路、それから港とかあらゆる道路を作って、万里の長城のような、道を、インフラとインフラ整備と投資によって行っているのが今中国なんですけれども、この10年間で、バブルの元を、西アジアから欧州に向けて、全力を注いで道を作り、100年計画といわれる、砂漠の中の道ですね、シルクロードをソーラーシステムや風力による電化、そして高速道路、高速鉄道を作って周りの国々に多大な貢献をしてきています。新疆ウイグルはものすごくいろんな、悪名高い地域ですけれど、ずっと行きたかったのですけど初めて行ってきました。とてもエキゾチックな地域です。シルクロードの地域がそのまま残っているような砂漠の中にこうオアシスのように飛び地があるのがウルムチ、トルファン、カシュガルなんですけれども、行くたびにどんどんイスラムの人が増えていきます。ウルムチは人口の 45% がウイグル人、47% ぐらいが漢人、それからトルファンは5割5割ぐらいですね。カシュガルに行くともう 95% ウイグル人ということで、完全にこうイスラムの雰囲気で、イスラム語がウイグル語がたくさん聞こえてくるんですけれども、そうですね、とてもエキゾチックな、なんかもうカシュガルまで行くと、アラビアンナイトのような世界が広がっていて、顔つきもすごく彫りの深い中東の、顔で、漢民族とかなり違うような状況になっています。で、目立ったのはこれらが全てこうシルクロードのセンター、一帯一路で、中国の政府も一番力を入れている地域なんですね。確かにいろんな問題があった、これはもう本当に話し始めれば1時間以上かかるんですけれども、それは多分あと1週間か2週間すると300人 の, 大会の中で皆さんで行ってきた人たち報告集をやりますので、その時にぜひ来てください。ちょっと腰だけなんですけれども、今その一帯一路の地域に万里の長城のような形で道と鉄道ができています。で、鉄道を作るのに電気がいるので、ソーラーシステムとか風力システム、風力の新しい風力 の, 風車のようなものが次々に回っているんですけれども、この地域は数千年の歴史を持っているシルクロードの地域で、コロナ以前は日本人がたくさん来ていたそうです。 NHK でシルクロードの特集をやっていたので、多くの日本人や外国人が来ていたということを言われていましたけれども、本当にもう紀元前からすごくレベルの高い壁画や洞窟の中 の, 古城や、5キロ以上にわたる古城跡や、それから素晴らしい、まあ、オーランの美女のミイラとか、仏教やイスラム教のさまざまな美術品があり、そしてそれらを欧米が削り取って持ち去ってしまったっていう跡も残されていて、植民地でいかにそういうその古代近世の
文明がルーブル博物館や、大英博物館に持ち去られていったかっていうことも見えるようなまさに歴史の十字路という状況で、本当に話せば1週間以上になるかもしれないぐらい様々な体験をしてきました。その中でポイントだけ言うと、経済発展、それから社会改革、泥で作られたような道路、住宅を、新しい住宅建設をし、そして一番その西の端にあるカシュガルには今3万人規模の大学が設置されようとしていて、その大学のメインキャンパスは理工学部、 IT や AI の理工学部などで、大学改革だけで100億元、日本円にして2000億円、それから住宅改革だけで70億元、日本円にして1400億円をかけて、住居を直したり、小中高大学を作り、世界遺産を修復するというような作業をやっています。でこれはもちろんそれらの地域が分離独立運動で独立してしまったら困るっていうこともあるんですけれども、イスラムの過激派のテロが実は2004年から2016年に続けて1000件以上のテロがあったそうです。でも、それに対してはやはり海外からの資金武器輸出があって不安定化が作られたということが写真や、事実でパネルになっていました。その海外からの武器輸出っていうのはもちろんタリバンとか中東からもあるでしょうし、アメリカなどからも、あるということで、テロの実態もかなり外から持ち込まれていた。でだからこそ殺されているのは、はじめ私肝心だけだと思った、中国人だけだと思ったんですけど、イスラムの宗教者やそれから一般市民に対する無差別攻撃、ピアツ、なんでしょう、いっぱいその果物などを売っているところにトラックで突っ込むとか、日本の秋葉原のようなことがなされたり、しているということで、それが2016年に一掃されてからは、この間もう10年近く経ちます、8年近く経ちますけれど、それが全くなくなったということです。で、その背景には、経済投資ということがあるんですけれど、一つだけ気になったのは同化政策です。特に教育レベルでは理工系の大学をたくさん設置し、最先端の学部をたくさん作っていったんですけれども、教育言語は全て中国語だそうです。で、通訳の人に聞きましたら、幼稚園から小学校、中学、高校まであって、幼稚園でも、中国語で教育が行われるので、子どもはすぐにその、中国語になってしまうっていうようなことは言われていて、本日実は午前中に中国大使館で新疆ウイグルの話し合いがあったんですけれども、そこで新疆の社会科学院とかウイグル人の代表の方々が参加されて、大きな会合になっていたのですが、私からは質問として、カシュガルでは 95% がウイグル人であるにもかかわらず学校教育が中国語だけでは、やっぱりその自国語、自民族語が家庭語になってしまう、自民族語で高い教育が受けられないっていうのはやっぱり問題じゃないかっていうことを言いました。でも全体としてみんなすごく明るい顔をしてるんですね。自分の言葉で話せ、自分の宗教でお祈りができるからだと思うんですけれども、本当にウイグル地域というのは BC から発展しているイスラムや仏教やカトリックや正教会や、さまざまな宗教の混合であり、また52の少数民族がいる地域であって、これらの地域を中国はザクロのように団結して、それぞれの民族を一つにまとめて一緒にやっていこうということで、多大なお金をこちらに流れ込ませています。でこれはちょっと口で話すだけでは皆さん納得はできないと思いますので、皆さんもぜひ中国のビザを取れば新疆ウイグルに行けますので、行ってみてください。驚きの連続だと思います。
でちょうど昨日ですね、ISF の木村さんというところから発信してもらったものですけれども、 CIA の元メンバーがアメリカというのは少数民族地域に金銭と武器を渡して政府に反対する運動を煽って政権を転覆させてきた、それらを戦後20以上の国々で600万以上の人々を殺してやってきたということを CIA の、 元幹部の人が命がけでやって、言っていました。でそれを止めて平和を作るためにはやはりアメリカにべったりで武器を買い、ミサイルを配備し、中国に向けてミサイルを撃ち込むというようなことをするのではなくて、むしろ第三世界のグローバルサウスの平和を望む国々と一緒に戦争ではなく経済、平和、安定を目指していかなければならないと思います。まずは自民党政権、70年にわたる自民党政権をこれ以上腐敗させないためにも一旦ゲアしていただきましょう。そしてウクライナ、ガザ、東アジアの民衆と連携して戦争を止め平和を作っていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。以上です。はい、エドウィナ、太田エドウィナホールさん、23年前から日本にいます。で、最初からファッションデザイナーだったわけじゃなくて、もともとは教育学と哲学の教師になるべく教育を受けていたんですけれども、お母様がとっても服を作るのが上手だった。で、エドウィナさんのおばあちゃんはポーランドからの移民、ハンガリーから、だから難民みたいなもんだって言って、私はバックパッカーでウイグルとチベットとどっちに行くかって、チベットへ行った口のバックパッカーなんですけど、いつも2人で荷物が大きいってい う、 こうバックパッカーもそうだけど、難民の血があるから荷物が大きいなとかエドウィナは言ったりします。エドウィナホールさんは私もちょっと話してもいいですか。知り合った時、知り合った時っていうか2年前にとても愛する旦那さんを亡くしてしまって、それでそれまで配偶者ビザ、つまり日本人と結婚していた、で配偶者ビザだったんだけど、それが消滅してしまって、今とても大変な立場にいるんですけれども、そこへ至るまではその教師だったんだけれど、服を美術館に展示していたのが評価されて、第1回のオーストリア政府の文化庁が出したファッション大賞っていうのを受賞したのがエドウィナ・ホールさんだったんです。でそれは委員がビム・ベンダースさんとかも入っていた賞だったので、それでご褒美として日本に留学というか来て、そこで服のファッションブランド、世界で有名なところがいっぱいあったので、そこに入って、そこからキャリアを積み上げていったというふうに聞いてます。間違えてたら訂正してくださいね。それで最初はあんまり日本語喋れなかったんですけど、その2年半前旦那さん突然お亡くなりになってしまって、その旦那さんは共同でラーメン屋さんをやってた旦那さんだったんですけど、それでそのラーメン屋さんも閉じなくちゃいけない、閉じた方がいいとか、そのブランドの方もやっていけないんじゃないかとか、もう大変な時期をアーティストのど根性でなんとか今両方とも続けているという状態ではあります。もともと東日本大震災の時に涙プロジェクトっていう運動を個人で始めて、
悲しみの涙を喜びの涙にって言って涙をこうモチーフにしたファッションを発信して、坂本龍一さんも協力したりなんかしていた。でそういう気質のあるというか、哲学から服を作るっていう、そういう若い人の中でもちょっと得意な位置を占めてるファッションブランド で彼女の服の特徴はこうダボダボっていうか、そのボディーラインがはっきり見えるんじゃないっていうのと、中性的だっていうのの、まあ、今は本当にスタンダードのようになってしまいましたが、それを世界へ日本から発信しているファッションデザイナーです。それでこの夏休み息子さんがいて10歳になったところなんですけど、ね、里帰りとそのおじいちゃんはまだ元気だから、おじいちゃんに息子を会わせるっていうことをやっていたところ、国に帰ったら議会にそのイスラエルの旗がかかってんのよって言って、すごいびっくりしたっていう話から、まあ、ちょっとそこら辺を話してくださいというお願いをして今日は来ていただきました。お忙しいところありがとうございます。じゃあいいですか、はい、エドウィナ太田エドウィナホールさんです。はい、こんにちは。なんか多分私はこの中で一番エクスペアトない人ですね。とだけどこの、まあ、私の教育とか私 の, まあ、お母さんがハンガリー人でレフュージー難民でなんかちょうどなんかセカンドウォールの時をなんかルシアがハンガリーに来てなんか家からファミリーを出したんですね。となんかまあ仕方がない、その時にドイツがなんかこの難民たちこのまあ、ハンガリーの難民たちをなんかこの使ってない土地をあげたんですね。とその経験、お母さんの経験がいつもなんか時間がある時、例えば週末 の, 一緒にランチ食べた時かディナー食べた時が、お母さんがいつもこの戦争の経験を私と妹ヤンガーシスターもいるんですね。その二人にいつもなんかこの経験を話したんですね。と私たちがすごいなんか感動して、すごいいつもいっぱいいっぱい聞きたかったんですね。このなんか本当にいとこさんが目 の, かの前爆弾がまあ、爆弾ハンツの爆弾があって、なんかまあ腹が爆発したみたいと死んでしまったとか、その経験が本当にまあなそね、ずっとこの話聞いて、お母さんがいつもいつかを本を書きたいんですね。その経験をみんなに教えたいんですね。でもちょうどお母さんがなんかティーネージャーの時この戦争があって、あまりと、まあ、ハンガリーを逃げなければならなかったから、教育がそんなにいい教育をさせることでき、もらうことできなかったんですね。と結局ドイツ語もそんなにうまく書くことできなくて、まあ、その意味で私が今なんかこのウクライナがウクライナもすごいなんかオーストリアから近い国ですね。と今ヨーロッパで、まあ、ウクライナロシアの戦争起きてることがすごい私がお母さんの昔の話を覚えてるんですね。やっぱり同じくらいのことが今なんか起こってるね。このそうね、なんでなんかこの一般の人、ま、なんでいつもなんか先祖があると人をそんなにいっぱいを殺す、それは本当に意味が絶対ないじゃない。と私がなんか今ちょっと話は本当はうまくないから、ちょっとなんかまあ、ドイツ語か英語でやっぱりこのそれが私のモットーの気持ちですね。と私オーストリア人ですごいなんていうかな、
オーストリア人でこの教育、この小学校の教育がとてもセカンドウォールドウォーに、なんかジュダヤ人がなんかオーストリア、ね、ヒトラーとなんか、まあ、ドイツとこのジュダヤ人に起こったことがすごいなんか教育させてるんですね。とまあ、もっと気持ちがみんなの多分このオーストリア人がなんかこのギルティ、この、まあ、ずっとなんか持ってると思いますね。だからこの、まあ、今なんか前切ってさん、美代子さんが言ったことで、この間の夏、この夏休みで子供と一緒に国に帰ったんですね。とウィーンに着いた時がなんかトランウェイがリンという道路があるんですね。リンね、本当にまあ、リンクしてある道路ですね。それでトランウェイなんか、まあ、乗ってなんかパーラメントの前をなんか通る道ですね。と、まあ、イスラエルのハタナがあったんですね。それすごいまあなんか、まあ、びっくりしたか、気持ちがすごいなんかまあすごいな、まあ、悲しかったか、そのすごい I was touched ね、by なんか本当に意味本当に大丈夫か、このそうこのイスラエルのハタナをこの国がすごい応援すること、このサインが大丈夫かな、なんかこのなんか今なんかその時に何だろう、この国の、なんでこの英語でなんか perception ね、perception のことがすごいなんかvariety it differs ね、the perception ね、この日本にいる時が私結構なんか例えば NHK に遅く息子さんが寝て、私その後なんか NHK のドキュメンタリーなんか結構見てるんですね。とそれがいつもなんかこのトーンが、このムードがやっぱりガーザに起こってるジノサイドをもちろん反対しますよ。このパレスタインの人をソリダリティをしますよ。なんかこのイスラエルが今やってることがいけないんですね。だからでもオーストリアになんか行った時が、もちろんこのオーストリアとドイツがこのイスラエルに、ユダヤ人に起こったことが今までこのなんていうかな、このギルト、このギルティ、なんか日本語であまり言えないんですけど、so, なんか in Austria and in Germany, the guilt and responsibility for the mass murder of the Jewish people during the Nazi regime characterizes the current attitude towards Israel. They try to compensate for their own guilt by fully supporting Israel. So it's always なんかいつもなんかヒストリーね、この歴史とかがいつもなんか裏にあるんですね。このなんていうオブジェクティブ、なんかまた日本に帰ると、まあ、やっぱり日本がすごいオブジェクティブ感じるんですね。でもそれがもしかしたらこの歴史とかはないからね、このまあ、すごいなんか難しい、とても難しいことですね。このオーストリアもなんかカチュアドイツに今行くときが、このなんていうかな、まあ例えば私みたいアーティストの人たちか、このインテリジェントなんかの人たち、インテレクチュアルの人たちとか、すごいなんかWhat I wanted to say, なんか、
Of course, in the private situation and the war in Gaza and now in Lebanon is being discussed controversially. Of course, there are also voices of solidarity with the Palestinians. Nevertheless, I have noticed that the actions of the Israeli government are often justified on the basis of international law. And that there is a massive headwind when one speaks of genocide. Ne? So it's really nanka kono to temo muzukashi ano sugoi. Ah, nanka, watashi oshita kana. Dajoubu? Nanka, ma sole ano it's honto ni ano muzukashi koto desu ne. I'm nanka sugoi kono ano. ね、なんかこの例えばハマスかハマスの人たち、まあ、ハマスかあのもちろんテロリストなんかのあのワードがついてるんですね。この今日本から見るとなんかハマスかあのテロリストじゃないんですよ。それはあの言えないんですね。言えないちょっとになってるんですけど、だけどそうなんか本当にちょっとなんかあの私がその両方なんか言えるからすごいなんかコンフューズになってるんですね。でも気持ちもちろんがこのあのなんかパレスタインこのジノサイドをもちろんやめなければならないんですね。だからこの、まあ、私言いたいのはあのI feel at home in Japan as well as in Austria. I'm rooted here as well as there. I make my social and cultural contribution here as well as there. And I call this my home as well as it is there. Because of this situation, it got so close to me in the summer, and I realized that perception and mood vary and correspond to the different historical current location-specific and cultural contexts. There are many factors that play together. But I think, and this is my personal opinion, it's about getting rid of the friend or foe mindset and not perceiving the world as white and black, but to try to grasp it as complex layers. And that can only ever be done by contextualizing. If events don't fall from the sky, they have a history. And nanka ano Austria ano no naka de ano wakaranai kedo kono aru toki wa nanka ano Bruno Kreisky という ano councilor ga ittan desu ne.ブルーノ・クライスキー、あの最初は彼があの外あの何フォーレンミニスターだったんですね。あの1959年にフォーレンミニスターになったんですね。それはまあ戦争の後ですね。とあの彼があの元からなんかチュダヤ人ですね。あのチュダヤ人があのフォーレンミニスターになって。とそれからカウンあの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 それからあのブンデスカンツラードイツ語であのチャンセフェデラルチャンセラーなったんですね。そうトータルでなんかあの1959年からあの1983年ブルーノ・クライスキーがすごいこのオーストリアのフォーレンポリシーをインフルエンスでフォーレンポリシーオフオーストリア。And 1979, he invited to Vienna the PLO leader Yasser Arafat. And it was a very, I want to say, I myself grew up in this political atmosphere influenced by Bruno Kreisky as a mediator between Israel and Palestine.
And it was no disgrace to be a member, for instance, for an NPO group, to fight for the rights or for the liberation and for Palestine. And me myself, I was as a teenager like in this kind of group, to like a Heva Undo mita ina kanji. So だからこのその、だから本当にこのポリティカル、もちろんこのポリティカルアトモスフィアがこのいろんななんかことが生まれるんですよね。まあそうですね、この、まあ、なんかとてもなんかとても大事がなんかやっぱりこのピースムーブメントですね。なんか今私の友達も例えばドイツが昔1980年代なんかすごいなんかピースムーブメントが強かったんですけど、今例えばなんかドイツのののムードがこの逆にこの戦争を許すか戦争プロになってるんですね。例えばなんかグリーンパーティーね、ドイツのグリーンパーティーがすごい平和運動にすごい大事なすごい大事な、まあ、なんていうこのアクションですよね。だけどそれは今なくなった感じするんですよね。とやっぱりこのピースムーブメントが must become stronger again, especially when it seems that it never again, when it seems that the never again war consensus of the post-war period has been lost. Here everyone should work together.So that's really なんかこのまあ本当になんか国民たちもなんかこのピースムーブメント、この平和運動にみんな参加しなければならないんですね。と多分日教育もすごいなんかパワー入れなければならない、私思うんですね。まあ、特になんか 小学からもなんか本当にすごい It's my hope ね、that なんか、まあ、日本の教育も世界中の教育すごいこの教育にパワーか力を入れることが大事ですねとみんながこのなんかでき、まあ、みんなが本当になんかできると思いますね。とちょっと、まあ、自分のことでも2018年私本当になんか文章もうまくないしスピーチもうまくないしだけど、まあ、私がなんか、まあ、アートファッションとかやる人言葉使わないんですけど、この2018年、まあ、マイキッドさんも言ったことで私のコレクションかこのファッションこのはいつもなんかまあテーマがいつもなんかまあ、今なんか現在を起こっていることのテーマですね。かソーシャルフィームかソーシャルクリティシズムとかね。2018年のなんかPeace Please on the Move というコレクション作ったんですね。2018年ね。まあ、いつも war が、いつも戦争がある、いつもコンフリクトがあるんですね。と、それでなんか、まあ、この新聞、まあ、いろんなクレーアートクリエイターと作家さんを頼んで、テクストも、まあ、アカデミックテクストも書いてあって、とそれで、まあ、そのような、まあ、写真とか、なんか、まあ、洋服なんか作ってあったんですね。とそれもこのテクストもなんか今読んだら本当になんか変わってないんですね。まあ、いつもまだすごい私たちが頑張らなければならないと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。太田エドウィナホールさんでした。じゃあここでちょっと休憩を取っていいですか。時間は押していますが、10
中2分間休憩、あの時計が3時50分になったら再開ということでいいですか。はいはい、何でしょう。え、英語の部分、英語の部分、あとゆっくりだったら後で字幕を入れたいと、はいはい、 YouTube の時に字幕を入れたいと思います。それでいいですか、エドウィナさん。じゃあ質問があったら、その休憩中に個別に質問してください。じゃあ50分に再開します。10分休憩です。はい、それでは時間となりましたので後半を進めていきたいと思います。最初は伊勢崎さんのビデオです。流します。伊勢崎さんは今沖縄にいます。あさってデモクラで会をやるので、もしよかったらいらしてください。今日来られなかった和田さんと、何を、番組ですよ、番組ですよ、レディオ火消し、延長、特別延長、レディオ火消しです。はいはい、んいやいや、特別番組のことですよ。はいはい、びっくりした。いいですか、やって、はいはい、いきます。どうも、今日は出席できないで申し訳ございません。伊勢崎健二です。去年の10月7日ガザで、いわゆるって言葉つけさせてください、ハマスによるテロ事件ですね、テロリスト攻撃、これ改革付きで用いてください。なぜかというと、テロリストというこの恣意的な言葉ほど戦争を長引かせる言説っていうのは、ナラティブっていうのはありません。なぜかというと、テロリストっていうふうに認定してしまうと、じゃあ殲滅するしかないね、テロリストと交渉なんかできないっていう次の言説がこれリンクしちゃうわけですよね。ね、そうすると一番大事なその停戦の交渉みたいなのがどんどん遅れていくわけですよね。それと戦争学的に見ても、10月7日に起こった事件は、あれはテロ事件とは言えません。なぜかというと、それはイスラエル市民、ね、向こうの市民が多数死にました。だけれども、だからといってこれが許されるわけじゃない。でハマスはその意味で戦争犯罪を犯しました、去年の10月7日。でもそれを上回るパレスチナ市民が犠牲となる戦闘が、それ以前から連綿と続いてきたということを忘れるべきではありません。で、このテロリストの言説、僕らは悪魔化っていう言葉を当てますけれども、これの一番罪作りになることはここなわけです。あたかもその敵が火星人が地球に襲来したごとく、そういうふうにナラティブを作るわけですよ ね。そうすると悪魔化が始まる。あいつらはもう人間じゃない、人間じゃないんだから、もう交渉もできない、コミュニケーションもできない、やるしかないんだっていうマインドセットを作ってしまうわけであります。戦争学的に見てもあれは違います。連綿としたイスラエルが、どちらかというとイスラエルが大きな戦争犯罪を犯し続けてきた、連綿としたその歴史の中で起こった、あれは奇襲攻撃と呼ぶべきです。テロ事件ではなくて奇襲攻撃です ね。でも10月7日であれが起きてしまってからもう1年経ってしまいました、はい。一応アルジャジーラなんかの報道では、もう4万2000、3000の一般市民が亡くなりましたですね。そのほとんどが子ども、女性であります。でもうこれは戦争犯罪、つまり戦争犯罪が問われる戦争ではもうありません。ジェノサイドです、これは。ジェノサイドです。向こうの市民と
いわゆる戦闘員を区別、なんかあそこにもいるのは全員テロリストだから全部片付けろ、ね、そういう発言を国のイスラエルのリーダーがし、それを忠実に守る兵士、その攻撃する様子を自分たちでカメラで映像を撮って、それを SNS に流すという、これだけ明確なジェノサイドの意思、指揮命令系統が、指揮命令とか記録されて進行するジェノサイドは戦後ありませんでした。その意味でも、このガザっていうのは本当に異常なことが起きているっていうことであります。で、この回でも、まあいろいろこの1年間、このガザの今のある、今この戦闘が始まってから、僕の国会での動きを、逐一報告したつもりでありますですね。超党派議員で、それは後に人道外交超党派議連というものになりました。事務局は、立憲の、安倍智子さんがやっていただいて、代表が、石破茂さんですね。そのメンバーには、中谷源さんが入って、その後複数の超党派の議員が加わって、とにかく日本政府に、このナタニヤフ政権に対して、停戦をしなきゃいけない、戦闘継続はしちゃいけないという外交的プレッシャーを与えるためにこれを作りましたですね。その活動はずっと続いていましたね。で、一つの成果と言えるかどうか分かりません。なぜかというと、このぐらいの成果ではこのガザのジェノサイドは止まらない。それでも日本政府ができることは一つだけやりました。それはウンヌア、国連パレスチナ難民救済機構という国連団体では一番権威のある、一番古い国連団体、ユニセフよりも UNHCR よりも古いですね。このウンヌアが今生命線なわけです、ガザで。ね。それはね、空から飢えてるんだから空から食料を落とせばいいじゃないか。そういう問題ではない。やっぱりそれを受け取って、ある統制のもとに一番必要な家庭に送る。そういうことを仕切る人がいなきゃいけない。つまり行政ですね。我々で言う行政。そのサービスに対する行政。医療もそうであります。水道。水の補給。これが、どんな NGO でもその運はなしでは、そのサービスの活動が成り立たないというほど重要な国連団体、それが運はであります。ですね。で、ネタニヤフ政権は、去年の10月7日、あれをテロ事件というふうに、名付けて、その運はの現地職員、パレスチナ人ですね。その中に、ハマスのスパイがいると。もしくはハマスの関係者がいると。これを一方的に証拠なしに、訴えて国際社会に。で、ウンヌアはテロリストの組織であるという一方的な言いがかりで、このウンヌアに対する資金の提供をストップせよと訴えたわけです。国際社会ですね。で、なんとそれに従ってしまったアメリカを中心とする先進国が。で、なんと、日本もそれに従っちゃった。で、さっき申し上げた数字、4万2000、3000ですね。これは瓦礫の下に埋まっている人は感情に入っておりません。もっと上がります、数字は。ですね。で、これらは、大半が、この数字自体は戦闘、つまりイスラエルの攻撃によって死亡した人たちであります。それに加えて、ウンヌアの活動を止めるということは、これは餓死させることであります。これはもう本当に、ある属性、人間の属性、例えばパレスチナ人、アラブ人というものを本当に地上からなくすという、
エスニッククレンジング、民族浄化ですね。ね、それにもう 100% 当てはまる、許してはならない行為であります。ね、でこれは大変高い確率で人類はホロコーストと同じような、ホロコーストと同じような、ジェノサイドとして、つまり人類の歴史の汚点として歴史に刻まれるはずです。ですね。その歴史に刻まれる汚点のジェノサイドに日本が加担した。こんな十字架を日本の次の世代、つまり彼らが学ぶ10年、20年後の教科書にはこの事件が出てくるはずです。それに日本政府が加わった。加担した。そんな十字架を背負わせるでしょうか、我々は。こういう問題意識で超党派議員は動きました。そして特に中谷元さんの役割が大きかったです。なぜかというと彼は日本イスラエル友好議連の会長なんですね。ね。そういうこともあってこの議連を中心に日本政府特に外務省にこのイスラエルが一方的にまくし立てたウンヌワはテロリストの巣窟であるっていう言いがかり、それによるウンヌワに対する資金の停止、それに加わった日本政府ね、それを日本政府に解除させました。はい、アメリカ先進国の中で初めてであります。これは大きな成果だと思うんですけれども、今この瞬間でもガザの人たち、一般市民、女性、子供は死んでおります。でこの超党派議連である人道外交議連、まあ一応ウンヌワに対することはやった、次には何をしようかって我々の中で議論している間に、はい、日本の国会の解散が決まってしまいました。ご存知のように選挙が始まると議員は 100% そっちに向かいます。で今この議連の活動は完全に停止しております。今すぐ何かしなきゃいけないのにですね。で選挙が終わったらまたこの議連を復活し、そういう意味でもまあ石破さんは総理になり、中谷さんは防衛大臣になり、ね、当時僕らとね、選挙前に活動していた時は、まあ、党内野党だったわけですね。ね。で、果たして同じ活動を彼らが今、自民党の権力を握った時に果たしてできるかどうか、僕は多分それは非常にナイーブな、期待だと思います。だからこそ、野党、ですね、頑張んなきゃいけないっていうことであります。で、その選挙が始まる前に我々はどういう、次の活動をどういうふうにしようかっていうふうに考えていた一つ重大なことがあります。僕らは次のターゲット、次の目的は、はい、パレスチナの国家承認っていうことであります。多分、ガザの戦闘はいつか停止するはずです。いつかですね。停止したとしても、それがパレスチナの恒久的な平和を保障するものではない。ガザのことですよね。で、今この戦争はどんどん拡大しております。ですね。でもいつか小康状態になる時が来ると思います。ですね。で、本当にパレスチナの恒久的な平和とは何かっていうのは、多分僕も答えがありません。どういう状態。でもしかし、それがあるとしたら、その第一歩というのは、パレスチナが国家として認識されることですね。イスラエルと同等の国家として。ね。今ではなんかイスラエルという国の中、ね。その国の定義は、
国際法がここね、これがイスラエルだよって定めたよりかもどんどん大きくなっちゃってるわけですけれどもね。でもその中で起きている一民族に対するジェノサイドっていう形です。でもその被害に遭っている人たちが国家というふうに承認されれば、今度は国家と国家のこれ、交渉ができるという枠組みができます。それをどう我々が応援できるか。今はもう本当にイスラエルが人質に取ってる感じで、イスラエルが全部コントロールしてるわけですからね。ガザの人の命を。そうではなくて、国家として、イスラエルと堂々の国家として認識させるってことですね。で、交渉相手として、ね、同じ交渉相手として、そういう枠組みを作っていく。これは多分、一番我々が今できることですね。どんなに援助をしたくしかして、もちろん援助が必要ですから、心ある人は募金してください。NGO に国連団体にお願いいたします。ね。だけどその援助が届かないという今、まだ戦闘が続いてますから。で、その間に僕らが、ね、恒久的な、パレスチナの和平に向けて、できることは何でもやんなきゃいけない、今。その一つが国家承認であります。もちろんアメリカはしてません。トゥーステートソリューションって言いながら、ずっと言いながら。してないんです、これ。日本もしてません。ですね。グローバルサウスはしてます。その力が大きくなってます。で、ヨーロッパの中でもアイルランド、スペイン、こういう国は、はい、承認し始めました。ね、親米国の最たる親米国の最たるものであるという日本が意識があるなら、アメリカを変えさせる意味でも、まず日本がそれに習ってください。国家承認をするということですね。それを次のターゲットにしたいと思います。だから選挙が早く終わることを、まあ、いつか、今週終わるわけですけれども、ね、終わったらすぐに、それを始めたいと思います。議員連盟、超党派議連の復活であります。そして、ターゲットをそこに持ってくるということですね。はい。以上です。はい。伊勢崎健二さん、ありがとうございました。はい、自分が立候補ということは一言も言わなかったですね、まあ、結果はどうであれっていう感じでしょうが、あの結果はどうであれ議連続けます、国際人道議連続けますという、それとパレスチナの国家承認の話でした。はい、ではお時間迫っておりますので、岡本敦史さんお願いいたします。こんにちは、岡本と申します。私は今非常に暗い無力感といいますかね、挫折感というかそういうものを感じながらここにおります。私は日本のジャーナリズムの中で日本の政治を40年以上、あるいは世界の政治も40年以上見てましたので、ある意味でひねくれまくっているというかですね、羽場先生のように素直でではないんですね。ですから日本の政治のこともおっしゃいましたけれども、昨日朝新聞に自公が過半数を取るのが微妙であるというのが出ましたよね。で、昨日の夜に緊急で石破首相をはじめ選対を含めて会議をしています。自民党もずっと世論調査をしてますので、何かいろいろどこがどうだということを、でも知ってると思いますので、これからどういうふうに1週間何をできるかということをやったんだろうと私は思いますけれども、先ほどの、ね、野党が政権交代をすればとおっしゃいましたけど、多分これは鈴木さんの方が詳しいんだけど、今の野党はその力もないし多分準備もないと思いますね。で、もし過半数割れとしたとしても非公認の人たちを入れるっていうことと、それから多分国民主党とか維新とどういう形でかやっていくんではないかというふうに思います。で、まあ、暗い
無力感、挫折感を感じているというのはですね、まあ、ちょっと今日昨日パラパラっと書いたものをあの前北さんがこう綺麗に印刷してくださったんだけれど、やっぱりウクライナ戦争を2年半止められてないということですよ。それからガザの戦争を1年間止められなかった、結局本当に今もね、伊勢崎さんがあれジェノサイドであるというふうにおっしゃいましたけど、ジェノサイドを止められてなかったということです。国際社会も国連も市民である我々も止められなかった。11月5日の大統領選挙をみんな見てるじゃないですか。それを見ながら2つの戦争続いてるじゃないですか。ウクライナとの戦争っていうのは基本的に、まあ、ウクライナが劣勢のまま交渉の局面に入っているというのは私は思います。ロンドンエコノミスト氏はウクライナは劣勢を認めて交渉に臨めという論説を出しました。これは日経が翻訳をしていますけれども、それから佐藤正さん、彼が、琉球新報にコラムを書いていまして、22年ぶりにロシアに行ったということを書かれています。あまりに日本の報道とのギャップがあるというふうに彼は書いていまして、私はロシア屋である佐藤さんのロシア感というのを非常に信用しておりますけれども、彼はこう言ってますね、経済状態も戦争開始時よりも飛躍的に向上している、生活必需品も贅沢品も豊かで、市民が生活を楽しめるテーマパークやスポーツ施設、文化施設も多々ある、市民はこの戦争が始まってから生活が確実に向上していると実感しているっていう、こういうロシア情勢ですよね、現在ね。そして、ウクライナ戦争はロシアの人たちはアメリカとの戦争だと思っていると、でアメリカとの戦争で自分たちは負けないというふうに思っているというふうに、彼はレポートしています。私は、まあ、今も伊勢崎さんからも話がありましたけど、極めて危険なのは中東の戦争だと思います。イスラエルです。からガザからレバノンに戦争を広げていますよね。からさらにイランを戦争に巻き込もうとしています。イスラエルはガザのおびただしい女性、子供を殺し、医療関係者を殺し、ジャーナリストを殺し、国連関係者を殺し、今は国連部隊を攻撃しています。交渉の相手、向こうの指導者ですよね、ヒズボラとかハマスの指導者さえ殺している。ナスララというヒズボラのリーダーを殺したときには、地下に80発のミサイルをぶち込んだというふうに聞いています。なんか、ネタニヤフ首相は文明と野蛮の戦争だというふうに言ったそうですけれども、どっちが文明なのか、イランの方は戦争をできるだけしたくないっていう感じがしてますよね、今ね。野蛮は、あるいはならず者の国家はイスラエルの方ではないでしょうか。もしイランと本格的な戦争になれば、今イスラエルはどこを狙うかということをね、アメリカと協議しているみたいですけれども、核施設をもし狙うようなことになれば、これは本格的な戦争になると思います。世界大戦、核戦争の導火線にさえ火をつけることになりかねないというふうに思います。国連部隊も攻撃し、私は人質もね、殺してもいいんじゃないかと考えてるんじゃないかというふうにしか思えません。この戦争のあり方、まさにジェノサイドであって、真剣に今すぐ戦争を止めなきゃいけないと思います。しかしその止め方がわからない。国連をはじめとする国際社会も地球市民もこれらの戦争を止めることができるか否かというところに今来ているというふうに思います。じゃあどういう方法を作ればいいのかって、それは私答えがないんですね。なんだろう、戦争がウクライナで戦争が始まった時によく朝鮮戦争はっていうことをよく言ったんですよね。でも朝鮮戦争は3年で一応停戦になりました。今ウクライナは2年半ですよ。あと半年で止まるんでしょうか。止められることはできるんだろうか。パレスチナだって1年間でも、これで
戦争でなんか停戦になるのかって非常に私は疑問ですね。テレビでお父さんを殺されたちっちゃな子供がね、大きくなったらハマスになって必ず敵を取るっていうふうに言ってました。そういう思いは当然だと思います。あるいは子供を殺されちゃったお父さんというか父親も母親も必ず報復しようとするだったと思いますね。私でもそう思うと思う。最近寺島実郎さんがこの間テレビでやってましたけど、 ASEAN 諸国でアメリカと中国との間でどちらを究極的に支持しますかというときに、去年と今年でガラッと変わったそうですね。つまり去年は圧倒的にアメリカを支持すると、今は中国を支持するという国が増えたと、50何%、これは戦後初めてだと。でそれはほとんどイスラムの国なんですよ。マレーシアとかインドネシアとか、あるタイなんかもそうですけれども、フィリピンとかベトナムはまだアメリカを支持するって言ったけれども、やっぱりイスラムの国々が今非常にそういう意味では怒りをためているんじゃないでしょうか。これはガザがどうなろうと非常に大きな禍根をこれからの世界に残していくだろうと思います。一人一人の市民の力は弱いです。しかしその弱い市民が結局は40年間続いた冷戦を終わらせた力になりました。これよくその時はパワーオブパワーレス、力のない人たちの力というふうによく言われましたけれども、それからまた冷戦を終結に導いた論理、私はこの共通の安全保障というあれだと思いますけれども、これを提出したのはスウェーデンのパルメ首相の委員会だったと思いますね。そういうある意味で小さな弱い国が、あるいはその米ソの間に挟まれた国々、ちっちゃな国がオルタナティブを出したということをもう一回想起した方が、しなければいけないんじゃないかと思います。冷戦が終わって15年経って2003年ですね、おごり高ぶったアメリカがイラク攻撃をしようとして、それを間近にして世界中の何百万という市民、あるいは何千万かもしれませんね、市民が街頭に出て戦争に反対しました。日本でもそうでしたね。ヨーロッパもそうでした。しかし結局物資の戦争を止めることはできませんでした。その結果イラク、アフガンなどで90万人という人間が死んだと言われています。まあ、これはこの中にアメリカの死者も入っていますけれども、それはただ多分数百人だと思うので、圧倒的にイラク、アフガニスタンの民衆がこれだけの数を死んでいるわけですよね。先ほど伊勢崎さんがガザでは、まあ、4万2000人、3000人とおっしゃいましたけれど、90万人ですよ。そしてアメリカは統治に失敗して逃げ出して、そして中東社会は今大混乱で暴力が蔓延しています。IS というね、ああいうテロリスト組織がありますが、それはその一部だということですよね。で世界の市民は無力感に襲われて、まあ、関心を失ったんじゃないかと私思います。例えばこれ、私イラク戦争が起きた時にある政治学者ね、まあ、有名な方ですけど、テレビに出ていて、イラク戦争の、報道があった時に視聴率がぐーっと下がるんだって、目に見える形で、つまり見たくない、こんな戦争は見たくない、拒否するっていう感じだったそうですよね。だからベトナム戦争の時はみんな見て怒りを感じて反戦運動に走った、湾岸戦争の時もまだまだ関心はあったと思いますけれども、イラク戦争になった時にもういい、こんな戦争見たくない、勝手にしろっていう感じになったように私は思います。その結果がイラクであり、シリアであり、アフガンであり、あるいは今のスーダンであります、あるいはイエメンであります。で難民問題というのはここに源があるわけですよね。結局ヨーロッパで今問題になり、あるいはアメリカで問題になっているのは、結局難民問題が今ヨーロッパの排外主義とか極右の伸長ということを呼び起こしているわけですけど、その元々は我々の拒絶感というか、戦争を止められなかったことへの、
無力感とか挫折感があったのではないかというふうに私は思います。市民はまた今回も失敗するんでしょうか。なぜ市民は米国のアメリカの大統領選挙の結果を待ってるんでしょうか。アメリカは戦争を止められないし止める気がないと思いますね。それどころか東アジアで今戦争の火をつけようとしています。台湾有事に対応した金印騒動という演習が今、日本全国それから台湾全体を含めて行われようとしていますよね。で沖縄では非常にこれに対して反対の運動が起きてますけれども、これは、沖縄だけとか南西諸島だけじゃなくて日本全国も含んでるし、日本海とかあるいは台湾海峡とか昨日アメリカとカナダの艦船が台湾海峡を通過したというそれを含めてですね、いわば戦争の準備演習が行われている。それから朝鮮半島でも今米韓演習が行われていて、去年からですね、例えば原潜が釜山に入ったり、それから、アメリカの空母が日本海を誘惑したり、あるいは戦略爆撃機が演習を名目にして朝鮮半島の周囲を徘徊したりですね、挑発をしています。それに対して北朝鮮も、ミサイルを撃ったりいろんなことをしてますけれども、こういう危険なことが今東アジアで起こっています。世界中で誤った戦争をしているのはアメリカですよね。イラク戦争の時もそうでした。あれは大量破壊兵器がイラクにあると言って戦争を仕掛けたわけです。で湾岸戦争の時は、イラクの兵士が病院に入ってきて赤ん坊を殺してるっていう、そういうことを言ったクウェートの少女が国連で報告しましたけど、それは全くの嘘だったわけですよね。それからベトナム戦争の時にちょっと古い話ですけど、トンキンマン事件ってのもあれも嘘だったわけですよ。結局はね、こういう国だと思います。これがなんか世界の警察官だっていうようなことを、自分もう警察官を辞めるっていうようなことを言ってたけど、よっぽど悪徳の警察官だと私は思いますけど、どうして東アジアでアメリカが誤った戦争をしないっていうふうに言えるんでしょうか。台湾有事だって私は、中国が武力侵攻をするということを言われてますけど、実はアメリカは挑発して、介入してことを起こそうとしているというふうに見ています。でアメリカは戦争しないと思いますけどね、ウクライナと同じように台湾と日本に戦争させるんだろうと思います。今起きているのは短いレンジで考えればグローバル化への反動であり、これはかつて左派がグローバル化に反対したんだけど、今は右派が反対してますよね。トランプもそうだし、ヨーロッパの極右も全部そうですけど、もう少し長く考えればポスト冷戦時代の秩序の崩壊、あるいは秩序の失敗ですよね、であり、さらに長く考えれば第二次世界大戦後の国連を中心とした、まあ今日もね、しきりに国連の安保理の話出ましたけど、これは結局第二次世界大戦の戦争に勝った戦勝者連合ですよね。つまり力による平和を、実現した、それの崩壊であり、もっと長く捉えれば、先ほどの羽場さんの話もありますけど、旧帝国主義国の旧植民地諸国に対する優位の崩壊だと思います。これは200年300年レベルの話ですけれども、そういう大きな大転換期に今いると思います。これまでの秩序は崩壊し、まだ新たな秩序は形成されていないし、誰もヘゲモニーというか覇権を握っている状態ではない。中国もそういう準備はまだできてないだろうと思います。だから平和を願う我々世界の市民も、これまでと違うアプローチ、違う戦略、違う思想を持たなきゃならないだろうと思います。そう簡単に答えは見つからないかもしれませんけれども、それを世界の市民とともに考えていきたいと思いますし、考えなきゃいけないだろうと思います。
冷戦を終わらせた世界の市民、でもこれは40年以上の、ね、あの苦しみがあったその果てに世界の市民は、非暴力で冷戦の時代を終わらせました。世界の市民を再び立ち上がれというふうに私は言いたいと思います。で、この間私考えたことはいくつかありまして、一つはね、国連憲章に書かれている自衛権、これ国連憲章51条に書かれていますけれども、個別的自衛権と集団的自衛権ということです。これはいかに危険なのか、危険な概念なのかということは分かったと思います。私実は自衛権は侵略されたら自衛するのは当たり前じゃないかって言って、いや伊勢崎さんから、いやそれは岡本さん違うよって言われてそうなのかなと思っていましたけど、だって最近のイスラエルの、なんで欧米アメリカもヨーロッパもイスラエルの過剰な報復を自衛権の名のもとに擁護できるんでしょうか。このジェノサイドはこれ自衛権の名のもとにやってるんですよ。それからロシアのウクライナ侵攻もこれは集団的自衛権、ドンバス地方のあれを国家として見つめて集団的自衛権としてやっているから、今のイラン攻撃、イスラエルがイラン攻撃するときも先制的な自衛も認められているというような論理なので、こんなに危険な概念はないと思います。これは国連憲章そのものの修正も考えるべきだと思います。その点で専守防衛という考え方、これ自衛権ではちょっと違うんですよね。専守防衛というのは、ずっと憲法とから現実の自衛隊とか安保体制を、この矛盾を解決するために自民党政権が考え出したものなんですけれども、今から見るとね、割といいなと思っていますこの自衛力発動の3要件ってなるんだけど、第1はね、攻撃を受けたときに初めて発動される。第2は、他に適当な手段がない。で3番目が、過剰な、つまり報復はしない、つまり均衡を持ったことをやるという、これは3条件だとなっています。だからイスラエルの自衛権はとんでもない話だというふうに思っていますけれども、その1番目の攻撃を受けたときというところに、例 の, 安倍政権がですね、集団的自衛権の容認というのを入れたので、ごちゃごちゃ存立危機がどうのこうのという変なあれが今入っちゃって、防衛白書にそれ出てますけれども、つまり攻撃を受けたときに初めて発動され、他に手段がなく、かつ、過剰な攻撃はしないと。これなかなかあるいいのではないかなと。これをもっと世界に広げる必要があるんじゃないかと私思います。からちょっといきなりちょっとおかしいかもしれませんけど、中村哲さんのアフガニスタンでね、医師として働き、かつ、荒野を抑野に変えた中村哲さんが、やっぱり報復をしないという哲学ですよね。どんなことがあっても報復するな、報復をしないことが最大の報復なんだと私は思いますけれども、その哲学を学び、もっと世界に広げたらどうかと。暴力は暴力を生みます。暴力からは何も生まれません。相互の尊重と対話の精神を持っていくこと、それからこれを普遍して暴力を前提とした抑止という考えですよね。これ非常に私これも危険な考え方だと思ってますけども、この抑止という議論をやっぱ否定しなきゃいけないんじゃないかと思います。それからこれもかなり思いつきなんですけど、インターネットって30年で世界に広がりましたよね。かつての冷戦時代の市民運動は、英語、つまり鶴見俊介さんも英語をできる人が大体アメリカの人たちと連帯しつつ、入ってる間をつないできたわけですけれども、今どの言葉でも翻訳できますよ。すごいですよ。今国境と言葉の壁がなくなってきてるんですよね。かつては街頭のデモであり、あるいはベルリンの壁も
大使のデモが破ったわけだけども、今はもっと違う形のデモが考えられるのではないかと思います。私はそれで SNS で一切やってないんですけどね、やってないんだけれども、でもその可能性は使い方によってはいろいろあると思うんです。テスラ、とかなんとかに勝手なことをやらせるんじゃなくて、我々もそれを使えるんじゃないか。世界の市民、ロシアの市民、ウクライナの市民、イスラエルの市民、パレスチナの市民、台湾の市民、中国大陸の市民、朝鮮半島の市民、世界中の市民たち、力よき人々と連帯して戦争の火を消し、新たな戦争を起こさせない巨大な渦巻きを作ることができないかと思います。私の話は以上です。ありがとうございました。岡本篤さん、どうもありがとうございました。それではマイクこちらに、はい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 、鈴木と申します。市民と野党をつなぐ会というのもやってるんですけれども、個人として発言をさせていただきます。ウクライナ戦争についてなんですけれども、終わり方は3つあるだろうと思います。1つはロシアが勝つというストーリー、それから2つ目はウクライナが勝つというストーリーで、3つ目は引き分けという形だと思うんですね。あるいは4つ目があるとすれば、世界が滅ぶといいますか、核戦争で、勝者がいない、私たちの子孫が放射能に怯えながら、そういう病気になりながら、そういう世界になるという、4つ目もあるんですけれども、とりあえずその、3つで考えるとですね、国際社会必死になってその引き分け、それぞれがそれなりにその、メンツを持ってですね、終わるという形を、必死になって私たちはそれをなんとか外からですね、やらなければいけないと思います。一つ目のそのロシアが勝つというストーリー、それはないことないんですけれども、そうなったら一体世界はどうなるんだろうかと、そんなことがあるのかと、正義は通らないのかという、で次に起こってくることというのは、これはもうその各国軍拡をしてですね、攻められないようにせないいかんとか、それからよその国と軍事同盟をがっちり結ぶということに備えなくてはいけないという恐ろしい社会が次に起こってくると思うんですね。でまた次の戦争の種になるということ でだからそのロシアが勝つという、またあるそういう結果になるまでにどれだけの時間がかかり、どれだけの人が死んでいくだろうかと考えると恐ろしいことです。で2つ目に、じゃあウクライナが勝つというストーリー、仮にそれがあるとしたら、それまでどれだけの時間がかかるのだろうかと、どれだけの人が毎日殺されていくのだろうかということを考える。それから仮にそのウクライナが勝ったとしたら、やはり軍事同盟は必要だね、それから防衛力は必要だねということになって、日本も世界もやはり軍拡に向かってしまうという、これもまた恐ろしいストーリーだと思うんです。で、そうではなくて、とにかく停戦しろと、あとは話し合いといってもその大変な苦労はあるだろうけれども、しかしどれもどのルートそのストーリーも難しいけれども、両者をなんとかその引き離してですね、それなりに、プライドを持って、収束するという形になんとか国際社会を持っていくしかないだろうと。そうしなければあとは恐ろしいストーリー、第4番目のストーリーも含めて恐ろしい形になるだろうなと思うんです。で、おそらくその当事者はもう必死になってやってますから、なかなか内部からその戦争をやめましょうということにはならないと思うんですけれども、内心はそういう疲れてるからなんとかと思っててもそれは言えないし、そういう世論には落ち着いてならないと思うので、やはりそれは国際社会の方からいろんな形でですね、止めるという行動が必要だろうと。
そういうことに世界は力を注がなければ、恐ろしい世界が次に待っていると、それはウクライナだけではなくて世界が恐ろしい状態になるということで頑張らなくてはいけないと思うんですね。でそういう出口戦略を各国が、その当事者たちが取るように、世界はやっぱり、働きかけなくてはいけない。でその中でじゃあ日本はどういう役割を果たすかといったら、もともとは、戦争をしないということを国是としている国ですから、ただ今の政権はそういうことをしないので、私たち国民の声を聞くそういう野党政権を作っていくということが今のまあ選挙で問われているだろうと思うんです。じゃあ今の野党が政権を取ったらちゃんと働いてくれるかという問題はあるんですけれども、それは私たち の市民の役割だと思うんです。そういうことをする政府を作らなくてはいけない、あるいはそういう政党を作らなくてはいけないという、私たちの役割です。少なくとも今の自民党財界とか、いろんなその武器も作っている企業に支えられている自民党ではなくて、私たちの声が届く可能性のある、そういう仕組みができうる、そういう野党の、を伸ばしていかなくてはいけないと、そういうストーリーだと思うんですね。で、望ましくはそういう政権ができ、国際社会の中の一翼として、停戦を指導する、国連に協力していく中の、各国いろいろやると思うんですけれども、日本もそういう立場で動くという中において、なんとか両者が、もうしょうがないなということで、引き分けといいますかね、停戦に持ち込むと、実は内心停戦したかったんだということもあるかもしれないし、そういう局面も来るでしょうから、そういう時に、働きをするということを、日本もしてほしいなというふうに思ってます。で私の立場から言うと、そういうことに動く、そういう政府を作ってほしいな、そういう野党であってほしいなということで、いろいろ話をしています。で、こういう国際交渉って、多分ものすごく難しいと思うんですけれども、しかし、難しい相手と話をするということが大事だろうと思います。私は各野党といろいろ話をするという立場でいろいろしています。それはそれぞれ主張があって違いもあるんですけれども、しかしそこを話をしていくっていうことはもう絶対条件です。話をしないということによって思い違いとか、あるいは離れていってしまうということが残念ながら今の野党の間でもあるんですけれども、しかしそこをなんとかつないでいくという役割が必要だろうと思って、いろんなことをやってます。それと同じようにですね、今戦争の当事国に対してですね、他の国がいろいろこう手助けをしていく、話し合いをなんとか作っていくという努力が、これはもう本当それをしないと、先ほど言いました恐ろしいですね、第4番目の、シナリオというのもあり得るわけで、なんとか、両者をですね、なんとか収めていくということを、しなくてはいけないなという、いうことの決意表明を含めて、申し上げました。以上です。菊井雄さん、ありがとうございました。それでは残り20分になってしまいました。で今回この集まり、ご存知のように選挙中やるのかやらないのかっていう話し合いも含めてやったんですけど、最初は衆議院でやろうって言ってたんです。衆議院の国際会議室っていうところで、それで予約したり準備したりしてたんですけど、かかるかもしれない、選挙にかかるかもしれない、でもずっとしばらくキープしてて、ある時本当にかかるっていうことになった時に、じゃあどうせ誰もいなくなっちゃうっていうか、みんな失職して、で会議室の予約も全部なしになるし、でこちらいつもポスティングで今こそ停戦をやるから来てくださいっていうのを全国会議員に
ポスティングしていたんですけれども、失職するからポストもなくなっちゃうからポスティングもできないっていうことになって、うーむと思ったんですけれども、でもああこれで結構待ちになっちゃうんだな、選挙待ちで、日本の選挙もあるけれどアメリカの大統領選もあって、でそれで停戦がどうなるかっていうのも大きく影響されるから、だから今こう平和をっていう平和運動をやってもこう大きく左右されるので、その結果を待ってそれに合わせてやろうみたいな、そういうのを感じ、いやそれじゃダメでしょっていう、たとえ人がいなくても戦争は終わってないんだし、日本は選挙かもしれない、アメリカも選挙かもしれない、でも遠く離れたところで戦争が起こっていて、それを止めたいと思う気持ちは本来選挙があるかないかにかかわらず変わらないものだと。でその中で日本の政治家は9割選挙、田原総一郎さん常連で来てくださるんですけれども、いつもこの今こそ停戦をの会に9割選挙って言われた時になんだかとっても怖いものを感じたんです。で、まあいろいろ怖いんですけど、イスラエルのこの恨みのブラックホールみたいな感じはどうにかならないのかと、そもそもそのナチス党にジェノサイドされて、それでかわいそうだし生き残った人たちで国を作ってもうそういうことの目に遭わないようにって言って優しくしてもらったはずなのにもかかわらず、どうしてその八つ当たりじゃないけれども、そう恩をあだで返すような国際社会に対してそういうことをしてしまうんだろうみたいなことをイスラエルに対して、まあ、聞くこともあるし自分自身も思ったりして、まあ、今日はエドビナさんからそのヨーロッパの、その複雑な気持ちっていうのも聞きましたけれども、そういう歴史のない日本でもなんだかおかしいっていうことは感じる。でそれは一体何だろう、いろいろこう歴史とか知らないとダメなんだなとか国際法とか知らないとダメなんだなとは思うものの、この歴史家の会の中でもその撤退、正義の撤退なのか、それとも停戦のことをあんまり正義じゃない、それは不正義に入っちゃうから今停戦するのはどうなのかみたいなことを聞いて、でその先生たちだけじゃなくて違うそのラーメン屋さんで一緒に隣に座った劇作家の人とかにも同じことを言われたりして、それ分かるんだけど、まあ、皆さんの話を聞いて結果やっぱりシンプルに殺すなっていうことは、ものを知ってるとか歴史を知ってるとかそういうのもいろいろあるかもしれないけど、でも知ってても知らなくてもやっぱ殺すのは嫌だ、気持ち悪いっていうか嫌だ、でもうこれ以上恨みがこう増幅する、負のスパイラルに入るっていうのを とにかく止めなくちゃっていう、その複雑ないろいろものを知っている、歴史とかものを知っている、いつも考えている、たくさん本も読んでいる、そういう人たちの感覚を上回る単純な殺さないでっていうものの方がこう優勢にというか、まあ、堂々とというか、そっちがイニシアチブを取るっていうことは、まあ、勇気のいることなのかもしれないけれど、そういうことを明らかんとしなくちゃいけない時期なんですねっていうことをちょっと私は感じましたということで、無理を言ってこんな時期に今こそ停戦法の新法6なんですけど、この時これをやったっていうことを私は語り継ぐぞとは思っております。で皆さんが文章を寄せてくださったりして本当に再確認をして、本当に間を空けてはいけないことなのだと。でこの平和を求める気持ちっていうのは何かの様子見をしたりすることあるかもしれないけど、でもこう増えたり減ったりするものではなく根底にはあるのだということ
なんだなと思います。喋ると本当ずっと喋っちゃって、私がやりたいのは質疑応答というか、せっかくこの場に来てくださった方たちがいらっしゃるので、忙しい中ここまでたどり着いた人たちにもう、いいチャンスなんで質問してくださいと思います。なので質問がある人手を挙げてくださればマイクを持っていきます。ぜひ質問してください。何でもいいです。はい、はい、お待ち。すみません、下を持たないと、はい、下持ちます、はい、下が安定、お疲れ様です、IWJ 浜本と言います、インターネット報道メディア IWJ の浜本です。よろしくお願いします。お疲れ様です。幅先生に伺いたいんですけど、日本はよくその外交方針とかっていうのでに対して米国従属国家と言われますが、それとは違う新しい方向性として、伊勢崎さんなどは干渉国家、英語で言うとバッファーステイト、米国が仮想敵国視しているロシアや中国に対して同じように敵対するのではなく、その国々の間で戦争が起こることを回避するために仲裁など動く国家というコンセプトを提示されていますが、そもそもその干渉国家の前にその米国の従属状態から離脱するというかっていうことが、実際のそのフィーザビリティというか実行可能性としてどの程度リアリティがあるのかということを、もしよければ伺いたいと思います。はい、どうもありがとうございました。そうですね、私はいつもその、今日本は G7 の中のメンバーですけれども、 G7 とグローバルサウスをつなぐようなブリッジになるカントリーになるべきだっていうことを一つ言っています。それと合わせて東アジアに国連の支部、あるいは沖縄に国連の支部を持ってきて、東アジアでは絶対に戦争をしないという方向性を打ち出すべきだっていうふうに言っております。で、私はちょっとその、前北さんのまとめと若干違うところがあるかなと思うのは、市民の人たち、この間160市民団体とかに呼ばれていっているんですけれども、彼らの中にはNHK やいろんなマスメディアが言ってることはかなり嘘があるんじゃないか、その裏にたくさんのことが事実としてあるんじゃないかっていうことで、その、殺すなということ以上に実態、その背景として何があるんだっていう事実を知りたいという人たちがすごく増えているということなんですね。だからその、市民団体とか自治体連合とかだけではなくて、最近はお医者さんのグループとか、それから、日弁連弁護士の方々とか、裁判官の方々とかっていうところにも呼ばれるようになって、ちょっとその先進国が言っている事実が果たして本当なのか、あるいはそのロシア・ウクライナ戦争の背景にもっともっと隠されている事実があるんじゃないかとかっていうことで、もっと勉強したい、もっと知りたい、もっと背景をきちんと知りたいっていうことがたくさんあるのですよね。で、実際にこの間、ロシア・ウクライナ戦争に対しては14年から15年にミンスク合意っていうことがあり、から22年の2月にトルコが両国の、特に
ウクライナの中立化によって問題を解決するっていう提示をして、ロシアもウクライナもそれを認めたのに、実行されなかった。で、つい最近になってですけれども、フォーリンアフェアーズとか BBC が実はそのトルコの合意に対して、両国だけではなくて欧州も含めて、2月から6月にかけて、もうロシアが侵略だ侵略だというふうに言われていた時期に、欧州中が一緒になって問題解決しようとしている動きがあったのに、最後の最後で、イギリスとアメリカが戦争はもう何年も続くということによって、それらが全部ひっくり返ってしまったとか、そういう事実が次々に出ているのに、あるいはその、先ほど言ったアメリカの、武器支援のAI 企業の CEO が東アジアの戦争は大変むごいものになるとか、核が使われるかもしれないとかって言っているのに、それが全部なかったかのように流されてしまっているということ自体がとても怖いことだと思うんですね。だから我々も含めて、もっともっとその事実背景をきちんと知った上で、ハリーポッターのように、ヴェルデモートのように、その人の名前を言えないようなタブーを打ち破って、やっぱりアメリカが一体何を考えて戦争を継続しようとしているのか、そして東アジアの戦争が始まったら日本列島が犠牲になって、我々はアメリカを守るために弁慶のように中国やロシアや北朝鮮のミサイルを撃ち落として頑張るっていう、日本国民にとっても日本国にとっても何のプラスにもならないような戦争に今突入しようとしてるっていうことをもっと知らせていかなきゃいけないし、運動体も単純なこう正義や何でしょう、そのごめんなさい、ちょっとこれは批判になってしまうかもしれなくて申し訳ないんですけど、殺すなっていうことだけじゃなくて、その背景にものすごいこう暗い闇があるということを分析していかないと、この戦争は終わらないんじゃないかと思うんですね。アメリカ、イギリスはものすごくうまいので、先ほど、先制攻撃に対してその、守り続けるっていうことはいいことじゃないかって岡本さん言われましたけど、すべての戦争って事故から始まってるんですよね。劉仗湖にしても満州事変にしても、あらゆる戦争は向こうがやったということにして、こちらが守りの防衛戦争に入る。イスラエルだってそうですよね。ガザのハマスが1200人殺したからといって、もう何万人も殺してもいい、ガザを殲滅させてもそれは防衛戦争だ。ほとんどの戦争は防衛戦争で始まり、相手を全部潰して終わるというような戦争はもうやめにしないと、我々が、そして地球が滅びてしまうということをもっと本気で考えないといけないんじゃないかなというふうに思っています。だからその伊勢崎さんがバッファースレイトとしてやらなきゃいけないっていうところももちろんそうなんですけれども、日本自体がアメリカの手先になって戦争をしようとしているっていうことをもっと真正面から見据えて、そうではなくてやられる側の立場に立って、それでも G7 の国であったり憲法9条を持っているわけだから、その2つをどう結びつけていくことによって日本国民も殺さないという方向を 見つめていくか作っていくかっていうことが、特に知識人とかマスメディアとか、それから今裁判官とかお医者さんとか、そういう人たちにも問われているということ、私たち一人一人がこの戦争に流されるんではなくて、しっかり学んだ上でこれを止めていくっていう方向を作っていかないと、本当に東アジアでは核が使われるかもしれないし、彼ら自身が言ってるわけですから、 AI 戦争で1億人以上の人が死ぬいうことがもう準備されているということをきちんと学んで、それを阻止していかないと、戦争が始まったら
私たちすべてしょっぴかれてしまいますよね。逮捕されてしまいます。何も言えなくなってしまうし、戦争が始まった後止めるっていうのはものすごく難しいこと、それはロシア・ウクライナ戦争でも明らかなので、戦争が始まる前に止めるというあのギリギリのところが今正念場じゃないのかと私は思っています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。私個人的な立場としては、あの殺すなっていうのに非常に近いと思うんですね。あの自国民が殺されるのを防ぐために防衛するんだっていうことだけじゃなくて、相手の国民だったら殺してもいいのか、兵隊だったら殺しても、非戦闘員が殺されてるってよく言われますけど、相手の国の兵隊だったら殺していいのかって言ったら、その兵隊さんっていうのは引っ張られてきた人であって、そのなんていうのかな、家族だっていっぱいいるわけだし、普通の人なわけですよね。銃持ってるかもしれないけど普通の人だったら、兵隊だったら殺していいのかっていう論理にも私は組みすることができない人なんですけれども、それでもね、あのじゃあ例えば第二次世界大戦でヒトラーがああいう形で拡大してきたときに、戦わなかったらどうなっちゃうんだろうっていう漆黒をずっと持っています。あるいはあのミャンマーで国軍があれだけのことをやり、まあ、若い人たち非暴力で立ってた人たちが1年後には PDF に入って、戦闘をしている。なんで俺ここで戦闘をすることになっちゃったんだろう、だけどやんなきゃ止められないんだっていうふうにおっしゃってる。そのことに対して私はあの何にも言い返せないじくじたる思いを持ってるものなんです。で、だからそれでも何かしなきゃいけないっていう時に、正義ももちろん考えるし、今即時停戦っていうことももちろん考えなければいけない。それは両方考えつつ行動するしかないんじゃないかなっていうふうに思っているんです。あのなんていうのかな、今正義を求めるためには停戦じゃないんだって言ってしまうわけにもいかないし、停戦、即時停戦なんだ、だから正義はとりあえず置いとこうっていうことも僕は言えないっていうふうに思います。それで質問なんですけれども、これは岡本さんか幅さんかになるかと思うんですけども、やっぱりあの日本が政治的にどういう判断をするかっていうのについて考えると、やっぱり日本の経済がもう今完全にアメリカ依存っていうかな、アメリカとつながってないと新しい情報は入ってこない、新しい技術は入ってこない、アメリカからあのやっぱり利権が来るっていうことについて、経済界の人たちはそういうふうにお考えになってるんじゃないかなっていうふうに少し思うんですけれども、そこを新たなバッファーネーションにするって言った時には、アメリカとだけじゃない経済っていうのをやっぱり私たちは構想していかなきゃいけないだろう。アメリカと切れるっていうことではなくて、アメリカじゃなかったら中国だとか、アメリカじゃなかったらロシアだとか、そういう単純な話じゃなくて、どういう形で海外とつながっていくのか、経済的につながっていくのかっていうのをやっぱり見せていかないことには、国民の自民党支持っていうのが、いや自民党じゃない方がいいよ、じゃあどういう経済がいいんだい、私たちは失職しちゃうじゃないかっていう声に負けてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですね。経済的なオルタネイティブをどういうふうに構想するかっていうのはすごく大切なことだと思いますが、その辺についてどうお考えになっているのかなっていうのを伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。先ほどの、ね、ナチのような政権が出てきたときにはやっぱり戦わなきゃいけないんじゃないかという議論、これいろいろなところで言われるわけですけど、それなんだろう、そう簡単に答えが出る問題ではないというふうに私は思っています。ビルマについても非常に懸念をしています。やっぱりね、暴力で暴力に対して暴力で対抗しようというのは自分もまた変わっていくんですよ。自分も怪物に、やっぱり怪物なんかね、対抗しようとすると怪物になっちゃうんですよ。人間でありながら怪物と戦わなきゃいけない、それどうやって戦うかっていうのは結構難しい問題であって、私は一つの答えにはならないし、正解っていうのもよくわからないと思います。それからもう一つ何かおっしゃいましたよね、経済ですよね。私もだから経済人で今でもあるのかな、役員も会社の役員もしてるからね。だけど会社のそれぞれの役員ってそんなに日本経済全体のことを考えてるわけでもないし、アメリカとの関係をそれほど考えてるわけでもないし、だからこういう状況になったらこういうふうにしようというふうに考えるのであって、だから経済安全保障ということでだんだん中国との間をこうデカップリングしようという、経済的な規制ができたらじゃあそれに乗ってどうにするか、アメリカとどうつながるかということになるんだろうと思うけれども、やっぱり冷戦時代と違ってアメリカは冷戦時代は日本を引きつけるために市場も開放して技術も提供したんだけど、今冷戦も終わったために今や日本もライバルなんですよ。ヨーロッパもライバルなんだよね、アメリカにとって。だからトランプなんか非常に強烈にそれを言ってるだけで、それは民主党政権になっても基本は変わらないと思いますね。だからそういう意味で日本も、でもやっぱりアメリカだけじゃなくて中国ともいろんな ASEAN ともね、やっぱいろんなつながりでないと生きていけない国なんだから、だからそれはアメリカとのデカップリングを考えるじゃなくて、あるいは中国とのデカップリングを考えるじゃなくて、あらゆるところとやっぱりつながって、それ貿易も技術もそういったことをやっていくのは日本の生きる道じゃないかなと私は思ってますけど、はい、ありがとうございました。おっしゃることはとてもよく分かって、だから私は何度もブリッジって言っていて、アメリカから離脱して中国と結ぶとかそんな単純なことは全く言ってません。で経済は私参議院の公聴会でも、あとその百数十団体のところでも経済のデータから示しているので、今日それ一言では言えませんけれども、今日本経済の8割はアジアなんですね。で4分の1が中国なんです。アメリカはもう 13% しかない、中国の半分です。でそういう中で8割がアジアと貿易しているのに、アジアに向けてミサイルを準備することがいかに愚かなことかっていうことを、まず話しています。で実際に経団連は中国の一帯一路、これで10年目なんですけれども、東京で一帯一路の大会があった時に経団連は自分たちも一帯一路に入りたいって言ったんですね。福田元首相も来られてたんですけど、経団連の副会長の方が来てそう言われました。それから三菱 UFJ の重役が来て、我々も AIIB に入りたい、 AIIB っていうのは一帯一路とともに、中国を中心に作っている銀行ですけれども、もう AIIB の方が、ADB アジア開発銀行っていう日本が中心になって準備しているものより大きいんですね。100カ国が参加して、ヨーロッパのかなりの部分も参加してるんですけど、で一帯一路は150カ国が参加してる、つまり国連の中の8割近くが参加している巨大なグループになっていて、ですから一帯一路の10周年の時には経団連、それから三菱建設業界の多数が来ていて、建設業の人たちも一帯一路の起点を日本にしたいっていうような話をしていてびっくりしました。それは、中国とやりたいということではなくて、経済がこれだけこう、中国やインドやアジア中心になっているときに、そこから抜けるデメリットという経済界の損得感情も含めて、やっぱり
こうアジアと結んで中日本経済を復活させるっていう意識がものすごく経済界にあるということです。ですから経済安全保障でアメリカが力を圧力を加えても経団連はわざわざ中国と経済一緒にやっていくっていう声明を出したりしてるんですね。でそういうところも見ていただかないといけないかなと思います。経済の話はすごく言うことたくさんあるんですけどこれ以上はあまり詳しくは言えません。でもう一つその正義ということで言えば戦争はすべて防衛戦争であってどちらにとっても正義なんですね。正義でなくて不正義を掲げて侵略しますと言って出ていく戦争は全くなくて日本は満州に出ていく時も辽東半島を抑える時も基本的には防衛戦争すべて防衛と正義の戦争なので正義というものを振りかざして両方が戦うのが戦争だと思います。でただしこれに対して個々人の兵士がどう考えているかっていうとさっきその、ウクライナも含めて何が何でもやっぱり戦って行かなきゃいけない、最初ウクライナ戦争の当初はそうでしたよね。でも今ウクライナから、最前線から特に若い兵士が2万人以上国境を越えて逃げているんですね。だからウクライナはあと50名50万人歩兵しないと兵士を集めないとやっていけないっていうような声明を出した。つまり前線のところで若者たちがこれ以上自分の命を無駄にしたくないから逃げてるんですよね。それはほとんど報道されない。報道されても無視される。同じようにご存知ですか、沖縄に自衛隊が派遣されて中国と戦争の準備が始まっている時やはり2万人の若者たちが自衛隊を辞めてるんですね。自衛隊は今必死で自衛隊員を獲得しようとしてますけどほとんど若者が入ってこない。みんな自分の命が惜しいからです。それは当たり前のことだし尊いことだと思うんですけどでひどいことにその2万人の欠員を沖縄の人たちに置き換えさせてすごい高い賃金を上げることで自衛隊の欠乏部分を沖縄の人に置き換えている。つまり沖縄は第二次大戦末期でも一番犠牲を払った地域であるにもかかわらずミサイルを配備されて加えて沖縄の人たちが貧しいからって言って賃金を高めに釣り上げることで沖縄の人たちが自衛隊員になってもうそのミサイルも体を張っての戦いも全部沖縄にさせようというような状況が作られてるんですね。こういうことも合わせて考えるとやっぱり正義の戦争ってないんです。どちらも死んでいく戦争に特に若者たちは入りたくないと思ってるし沖縄がミサイルを受け入れるとき与那国がとりあえず喜んで受け入れますって言ったときに何十億のお金が与那国に入って、お金で売ってもいいのかっていうことを沖縄の人たち同士が話し合ってるというようなことも含めて考えていただかないとやっぱり命ってそれぞれ一つしかないでその一つしかない命をアメリカは日本国民に命を出させて戦争をしようとしてるっていう恐ろしい状況をやはり認識していかなきゃいけないし、繰り返しになりますけどガザでもウクライナでもこれ以上戦争はしたくない自分の命は捨てたくないっていうことを戦闘している国々は悲鳴に似た感じで叫んでいるんだけどそれがなかなか届かないということも合わせて考えなきゃいけないと思います。最初のところではやっぱり戦うぞっていう動きがあったかもしれない。でも長期化するとどこの地域でも自分たちはもう戦争をやめたいというふうに考えているということをやっぱり認識しないといけないし私たちは戦争が終わった段階で軍国主義だった人たちも二度と過ちは繰り返しませんということを 2,3 年前まで言い続けてきたのに今中国に対して戦闘準備をしているっていうような矛盾もなんでなのかっていうことを
考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。石破さんが戦争する、国民を守るために日本も武装するって言った時、じゃあ石破さん言ってくださいよっていうふうに言わないと、それを守るために20代30代の若者たち、あるいは沖縄の人たちが武器を取って戦いたくないのに戦場に行くっていうことを、もうこれ以上は続けないことが必要なんじゃないかなって思ってます。すいません、ちょっと長くなりました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお時間ですので、そろそろいいですか、閉めて。はい、じゃあ今日は皆さん お集まりいただきありがとうございました。今こそ訂正を、 She's all fire now 6シンポジウム、これでおしまいとします。どうもありがとうございました。